今日は皆さん、素晴らしい天気なんですけれども、いらっしゃってくださって、本当にありがとうございます。全体の司会進行は、ご存知の竹内義雄さんがなさいます。で、私も最初にちょっとマイク握れと言われたので、一言申し上げたいと思います。今日は小出さん、本当にありがとうございます。松本からファイブル、この危険の環境にいらっしゃってくださって、どうぞご無事でというふうに、呼びられてですね、私どもぜひお話を伺いたいというふうに思っておりました。我が国際平和研究所は、初代、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、初代所長がですね、豊田俊幸という、先生でした。豊田俊幸先生が、パグウシー会議でも随分活躍された方で、そしてですね、実は、非常に敏感な方でいらっしゃったんですね、ピピタンと申しますか、特に、原発の問題については、絶対反対であるということで、で、核武士会議というのは国際的な組織なので、少し、そこのところが見えるんですけれども、その核武士会議の、批判を非常に強く持たれていました。きちっとしろということですね。核兵器の絶対の、そして、原子力、いわゆる、核による発電もダメであるということを強く言われていました。今、しゃべり出すつもりもなかったんで、もう聞きたいんですけど、プライムというですね、私どもに一般紙がありまして、その2009年号にですね、文章を寄せられています。非常に強く、原子力を推進する、科学者、カッコ付きの科学者たち、カッコ付きの学者たちを批判しておられます。誠実であるということですね。で、いくつも理由を挙げておられます。おそらく今日、小出さんが、皆さんにお話ししてくださる、どうして原発はダメなのかということですね。で、どういうふうに私どもをなくしていかなくてはいけないのか、その議論につながることを、一生懸命おっしゃってました。が、やはり、世間、私どもですね、それを共に受け止めるようになったのは、10年前の事故ですね。チェルノブイリもありましたけれども、スリーマンもありましたけれども、ここでですね、私どもが、真剣に受け止めないと、なんと言いますか、人間としての責任を果たすことにならないんじゃないかなというぐらいに、受け止めていらっしゃるのが、いらっしゃる方が多いと思います。じゃあどうしていけばいい？今日はぜひ小出さんにですね、示唆をいただきたいというふうに思っております。竹内さん、すっかり始めてしまいました。いいですよ。ありがとうございます。今日はよろしくお願いいたします。はじめましての方が、見てもいいんですが、竹内と言います。よろしくお願いします。なんとなく始まっちゃったんですが、1時半からということで、一応僕の方から、いろんな最初に説明がいらない。高橋先生も、おっしゃっていただきましたが、小池さん、本当にどうも今日はありがとうございます。東京は万人扱いみたいにされているところですので、本当に決意を持ってこなくてはいけない。でも広島から来ている人もそうでした。僕いらっしゃるんですが、いらっしゃるんですが、2018年に実は小出さんに来ていただいて、この講座の、何回目かにやりました。その時は北区の方で210何人かな、集まって、やりましたが、今回はこれなんか300人入る教室だそうです。でも明治学院大学の方で、いろんな規制があって、全体としては80人ということで、ほぼその人数です。とても311から10年経って、この人数
まあ、どういうふうに考えるかいろいろあるかと思いますけども、もう本当に貴重な時間なので、できるだけ、小池さんに、長く話していただきたいと思いますので、僕の話はまた残ったところでもしありましたら、というふうにしたいと思います。じゃあ、わざわざ本当に松本から今日見ていただいて、終わった後も、もうすぐ帰らなくちゃいけないというような状態ですけども、本当にどうも小池さん、今日はありがとうございます。じゃあ、お願いします。皆さん、今日はありがとうございます。今、先ほどさんも言ったんだけど、ウイルスの蔓延という中でよくご意見くださいました。私自身は今、長野県の松本市という地域の町の、町外れで、千人生活をしています。一日中、神さん以外は誰にも会わないという、ほとんどそういう毎日を。模範的な自粛生活だと自分では思っていますが、ウイルスの感染拡大を防ぐ以上に原子力を止めるということはもっと重要だと思っていますので、そのための行動は自粛しないと決めていまして、今日も東京リアルですけれども必ず行こうと思ってこの場でやってはいけないので、今から、まあ、90分ぐらい話すのに、マスクしたままだと私たぶん耐えられないので、皆さんにちょっと距離を取りながら、マスクは外させていただきたいと思います。申し訳ありませんが、はい。では、始めます。竹内さんからいただいたタイトルが、原発を終わらせ方という、あまりにも難しいタイトルで、実は途方に暮れたのですけれども、まあ、福島の事故から10年経って、今はどんな状況にあるのかということを聞いていただきながら、私の思っていることを最後にお伝えしたいと思います。早速始めます。まず白いキャンパスです。この白いキャンパスの左の下に私は小さな四角を書きます。後ろの席とかで多分見えないぐらいだと思いますが、これです。これは、広島の原爆が炸裂したときに、核分裂した油の重量800グラムなんですけれども、この800グラムという重さをこの力で表したと思います。あとは広島連続砲弾ですけれども、もう76年前になってしまう。8月6日の昼前に、一発の原爆が広島の上空で炸裂しました。自然に炸裂したわけではなくて、米国という金を落としたわけですけれども、800グラムのウランが核分裂しました。一瞬にして広島の街が壊滅してしまうという猛烈な威力を持った爆弾でした。それをまあ私は知って、原子力というのは凄まじいものだと。こんなものを人殺しに使うことは到底許せないけれども、これだけの力があるものであれば、それを人類平和のために使えるのではないかと夢をかけてしまいました。化石燃料はいずれなくなってしまうだろうが、やはり将来は原子力に使うしかないと思ってしまったわけです。で、そして、今後出るときに原子力の道に進もうと決意をしまして、工学部原子学工学科というところにわざわざ進学をしました。では、私が夢を隠した原子力発電というもの、それをやろうとすると一体どれだけの裏の核分裂させなければいけないというと、これだけです。今日では100万キロワットという原子力発電所が標準になりましたけれども、その標準的な原子力発電所を1年間運転させようと思うと、1トンの裏を核分裂させなければいけない。広島を壊滅させた原爆の色に1000発分以上のウランを核分裂させなければ、原子力発電という機械が動かない。そういうことだ。このことは、猛烈に燃料が必要だ。ということをまず示しています。一つの原子力発電所は1年ごとに、広島原爆の1000発分以上のウランを燃やさなければ発電できない。ということなんです。今日は、このことは詳しく聞いていただけませんけど、
地球上にあるウランはそんなに多くありません。そのため一つ一つの原子力発電所が1年ごとにこんなにウランを必要とするならば、ウランは簡単に枯渇してしまうということは専門家の間では常識です。つまり私自身は化石燃料が枯渇したら原子力だと思ったわけですけれども、全くそんなことはできない。むしろウランが先に枯渇してしまう。そうなればやっぱり化石燃料にすがるしかないということが本当です。そしてこの図はもう一つ重要なことを示しています。800g のウランを核分裂させたということは、800g の核分裂生成物、いわゆる死の灰を生み出したということです。1トンのウランを核分裂させてしまえば、1トンの核分裂生成物、死の灰を生み出してしまうということになるわけです。で、膨大な放射性物質というものを原子力発電所というのは作り出しています。一年ごとに広島原発のように1000倍を超えるような放射性物質を生み出して、それを原子炉の中にどん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 溜め込んでいくという、そういう機械なんです。そして、事故というものは人間の願いとかとは無関係に起こります。どんな機械の時に故障するし、事故も起こします。今日ここに車で来られた方もいるかもしれませんけれども、車だって故障するし、時に事故が起こすわけです。誰も願わないけれども、やはり起きるというものが事故ということです。そして、人間は神ではありません。必ず間違いない。そうなれば、原子力発電所だって事故から無縁だということは言えない。あるんです。と私は思います。人間が大きな事故が起きないことを願ったとしても、事故というのは、そんな願いとは関係なく起きる。だから事故と呼ばれるものなんです。では、原子力発電所、膨大な放射性物質を溜め込んできた原子力発電所が、万一であると、多角的な大きな事故を起こしたとしたら大変なことになる。そんな事故を起こさないための方策はどんなものがあるかというと、私が考えたものは単純です。原子力は使わない。すでに建ててしまった原子力発電所は即刻全てを廃止する。それが私、この時点でした。では、原子力を進めてきた人たち、原子力の推進が私と、まあ、国葬するのは私の仲間を除いた、原子力専門家のほぼ全員です。彼はどう考えたかというと、慎重に運転すれば大丈夫だろうか。なんとかなるんじゃないか。彼らはと思ったわけです。でも、彼らもやはり怖かった。万一であっても事故が起きたら大変だろう。だから原子力発電所は都会に建てない。非常にまあ簡単な選択をこれらもしたわけです。今、ここに日本地図を見ていただいて、日本というこの国で、どこに原子力発電所を建ててきたのかという歴史を今からこの地図上に書いていきます。一番初めは東海村です。2番目と3番目が若狭湾の敦賀北湾、4番目が福島大地です。中国地方の島根、若狭湾の高浜、九州の玄海、静岡の浜岡、四国の伊方、若狭湾の大井、福島第二原子力発電所、東北の女川、九州の仙台、新潟県の柏崎刈羽、北海道の泊、能登半島の鹿、下北半島の東通り、こうやって建てて、全国17カ所に原子力発電所を次々と建てるということを日本という国はやってきたわけです。2011年3月11日に今日聞いていただく福島の事故が起きたわけですけれども、その時、その時点で日本というこの国ではさらに2カ所の原子力発電所を新たに建てようという計画を持っていきました。一つは下北半島の最北端の方まで、一つは瀬戸内海の外れの上の瀬、結局全部で19カ所になるわけですけれども、こういう原子力発電所の1カ所というのは、東京、大阪、名古屋というような大都会
つまり電気を大量に使うという場所から必ず離して誰か東京には、東海も福島もそうですけど長い送電線を敷いて電気を送るということをこれまでやってきました。そして福島の事故が起きたとき、実は東京電力という会社はもう一箇所原子力発電所を建てようとしていました。それは青森県の東通りです。ここにはすでに東北電力が原子力発電所を建てて運転してきましたけれども、東京電力がここに原子力発電所を建てる、そして長い送電線で東京に電気を送るというようなことをやろうとしてきたわけです。電気を使うのは大都会です。でも大都会の人たちは原子力発電所のリスクは受けたくない。毎日でも事故が起きたらそんなもん大変だから嫌だということで、危険だけは過疎地に押し付けた。どんな危険な行為でも役価値のある行為があると思います。命をかけてもやるという仕事はある。例えば戦場ジャーナリストというような人がいるわけですけれども、そういう人たちは命の危険を覚悟の上で戦場に行くんです。そして戦争の現場の情報を人々に伝えよう。大変危険な行為だと思いますし、でそれを承知で引き受けるという人たちがいるし、それは私はあり得ると思います。しかし自分は電気は欲しいけれども危険だけが受けられないなら過疎地に押し付けるというような行為は論外です。こんな不公平で不公正なことは初めから認めてはいけません。電気が足りるとか足りないとか、あるいはエネルギーが欲しいとか欲しくないとか、そんなこととは全く関係なく、こんなことはやってはいけなかった。なんで日本人はそれに気がつかないのかと私はずっと思ってきましたけれども、残念ながら気がつかないのはずっとやってきてしまって福島の事故に導入してしまいました。これは事故が起きた時の現場の写真です。10年前皆さんも何度もこういう映像を見られると思います。手前にまっすぐ並んでいる建物はタービン建屋という建屋で、この中にタービン発電機が並んでいます。そのタービンに蒸気を送る原子炉の本体はその後ろ側に並んでいるのが原子炉建屋と私たちの呼んでいる建屋です。右の端から1号機、2号機、3号機、4号機、4つの原子炉建屋がここに映っているんですが、この4つが地震と津波に襲われて、なすすれなく壊れてしまうという、そういう原子炉建屋です。そのうち、当日運転していたのは1号機、2号機、3号機、3つです。原子炉の中にあった、炉心とは私たちが呼んでいる部分にウランの燃料がたくさん入っていたんですけれども、それがなすすべないまま溶け落ちてしまうということになりました。でその燃料が溶け落ちていく過程で水素という爆発性のガスが発生するという物理化学的な理由がある。そのため大量の水素が1号機、2号機、3号機で発生しました。で水素というのは軽い気体ですので、建屋の最上階に集まって爆発をして、建屋が骨組みだけになっているというのが分かっているというう思います。2号機は何か建屋の形が残っているように見えますけれども、実はこの2号機こそが内部では最大の破壊を受けていて、環境に放射能を撒き散らした主犯人は2号機だと国と東京電力は言っています。なぜ2号機が爆発をしなかったかというと、ここに穴が開いているのを分かっていただけるでしょうか。ここは私たちがブローアウトパネルと呼んでいる特殊な壁板が埋め込んでありました。まあ、何かあれば簡単にこの壁板は外せるという、そういう構造の壁板がここにあった。
で、そして1号機が爆発したときに、その衝撃で壁板が外れてくれました。で、下に落ちたんですけれども、そのため、ここに穴が開きました。原子の建屋の3上階に大きな穴が開いたために、今、ここは水蒸気がもう飛び出しているのが写真に映っていますが、この穴から水素が外に出てくる。そのため、爆発は免れたということになったんです。で、一番左の4号機は、実は当日運転していませんでした。定期検査というものに入っていて、原子炉の中にあった燃料は全て取り出されていて、原子炉の中にはありませんでした。そのため、部品が溶け落ちるということはなかったのですけれども、4号機でも巨大な爆発が起きて、ボロボロになってしまった。その種明かしをしようと思うと結構大変ですので、今日はやめておきたいと思います。では、燃料はどこにあったのかと。言うと、このボロボロになってしまった原子炉建屋の、この写真で言うと一番左の端っこなんですけれども、もう崩れ落ちそうなところに、使用済みのプールという、燃料プールというのがありまして、そのプールに沈めてあった。で、巨大なプールで水がまんまん張ってあったわけですけれども、その底に使用済みの燃料がある。発熱をしていますので、水がどん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 干上がっていくという状態になります。もし水がなくなって燃料が空気中に顔を出すようなことになると、それもまた溶けてしまって、東京すらがもう人が住めなくなると言って、原子力委員会の委員長だった近藤俊介さんという東大の教授が報告を出しまして、それは大変だ、なんとかしなければいけないと言って、自衛隊のヘリコプターが飛んで行って上空から水を落としてプールに入れようとしたことがあります。あるいは東京消防庁の署員が行って、放水銃で狙ってプールに水を入れようとしました。でも自衛隊の隊員も東京消防庁の署員も人間です。近づけば死んでしまう。だから近づけない。ヘリコプターはよく高いところから水を落としたけども、落とした途端に水がばらけてしまって入りません。放水銃で狙ってもなかなか水が入らない。もうこれは終わりだなと思った頃に、ようやくにしてこの建屋の左側に、私たちがキリンと呼んでいる高所コンクリートポンプ車を連れてくることに成功しました。そしてそのコンクリートポンプ車でコンクリートの代わりに水をプールの中に入れるという作業をようやくにして成し遂げて、4号機の使用済み燃料プールの水が干上がることを防いで、東京が壊滅することを防いでということに。しかし1号機2号機3号機は未だになすすべない、すべがないまま事故が進行している、そういう状態になってしまっています。それは敷地の中でも敷地の外でもそうです。まず敷地の中どうなっているかというと、溶け落ちた炉心が今どこにどんな状態であるか、それすらが分かりません。もし事故を起こしたものが火力発電所であれば簡単です。何日間か火事が起きるかもしれませんが、火事が収まったら現場に人間が行けます。どこが壊れたかを調べることができる。修理だって簡単にできる。容易です。しかし事故を起こしたものが原子力発電所の場合には現場に行かれないんです。で、よし、10年経って10年経った今も人間が現場に行かれないという、そういう過酷な事故現場だから、東京電力は仕方がないので、ロボットを行かせようと。もう何度も何度も繰り返してそれを試して。しかし、皆さん意外に思われるかもしれませんが、ロボットというのは被爆に弱いんです。なぜかというと、ロボットは、コンピューターで動いている。コンピューターの命令というのは、まあ、コンピューターの言語でコンピューターに伝えるわけですけれども、もちろん日本語ではありません。英語でもありません。コンピューターの言語というのは、私たち二進法と呼んでいますけれど、1か0かしかない言葉は。初めの言葉が1だった。じゃあ次は1なのか0なのか、次は1なのか0なのかということを読み解きながら、全ての命令を実行するわけです。その命令は IC のチップに書いてあるわけですけれども、
その IC のチップに放射線が飛び込んでくると、もともと1だったところが0になってしまうんですよね。0だったところが1になってしまう。あるいはその場所がなくなってしまうんですよ。ということになると、全部の命令が変わってしまう。そのカルボニア電力が現場に送り込もうとしたロボットは全て打ち死にして戻ってこれないということになっています。後でもう一度聞いていただきますが、私はでもできることはある発言しています。なぜかというと、胃カメラです。このくらいのでしょうか。皆さん胃カメラのもらえたことあるかもしれないし、最近は鼻から入れる胃カメラもあるみたいですけれども、そのくらいのものをずーっと体の中に入れていって、胃の中がどんなになっているかを見ることができるというカメラなんですね。で、そういうカメラ、長いものを作って、人力で現場に差し込むことができるならば、現場の状況を見ることができると、私は言っています。そして、まあ、東京電力は実はそれをやったことなんです。後でそのことは聞いていく。でもいずれにしても未だに溶け落ちた宇宙がどこにどんな状態であるのかということがわからない、正確にわからないという状態が続いています。でも溶け落ちた宇宙どっかにあるんです。消えてしまうわけではない、どっかにある。それがもう一度溶けてしまったら、また大量の放射性物質が噴き出してきては来てしまうから、とにかく冷やし続けるしかない。ということで、もともと炉心があった場所に、ひたすら水をジャージャーかけるということを、10年間ずっと続けている。でもそんなことをすれば、注入した水が放射能で汚れてしまう。当たり前のことなのであって、福島の敷地にはもうすでに120万トンを超える放射能で水が溜まってしまう。そういう状態に、でも、なんとか放射能を取り込まなければいけないということで、今も多分4000人近い放射者が現場の放射能にかかっている。10年ですよ。今日1日じゃない、明日でも大丈夫です。もう10年間ずっと放射能と放射者がかかっているという、そういう状態が続いている。そして後で聞いていただく、この戦いは今後100年も続く。そういう事故は今続いて、敷地の外の体験です。これは後であの数字を見ていただきますけれども、膨大な放射能が放出されて、東北地方、関東地方の膨大な大気が放射能に汚染されてしまいました。猛烈に汚染された場所からは人々は強制的に避難させられしなければいけません。そんなところに到底いることはできないので、避難しなければいけないし、させなければいけないのです。でも避難ということはどういうことかが皆さん実感できるでしょうか。あの時政府が指示を出して、原子力発電所で今大きな事故が進行し始めた。とにかく逃げなさい。バスを差し向けるから手荷物を持ってそのバスに乗りなさいと言った。人々は手荷物を持ってバスに乗りました。皆さん犬や猫飼っていないでしょうか。犬や猫はバスには乗せられない。福島には酪農家、畜産家、たくさんが牛を飼っている、馬を飼っている、そういう人だったり、酪農家や畜産家にとって牛や馬は家族です。一頭一頭名前がついてたりするわけです。でもそういう牛も馬ももちろん連れていかない、自分だけで逃げろと言われてバスに乗りました。そしたら帰ってくれなかった。皆さんは多分今日この集会が終わったらご自宅に帰る、夜は何を食べようか、どんな酒を飲もうかとか、それぞれ皆さん思っていると思います。そして明日はこんな仕事があると、明後日はこんな仕事があると、
来年はこんなこともやってみたいとか、多分皆さんそれぞれに考えながらできてると思う。今この何気ない日常というのが、そのまま明日も明後日も続くんだ。思うてやる。多分それの幸せということだと私は思っているんですけれども、福島の人たちもそうやって生きてきた。それがある一つで力だ。逃げられるも、後ろも全部捨てて、自分だけで逃げた。逃げた先は体育館のような場所で、床にブルーシートを敷いたりして出てた。しばらくして仮設住宅ができたらそっちに移れ、しばらくしたら災害復興住宅に移れ、東仮設住宅に移れ、行って次々とあちこちと移らせられる。福島ではかなりの多くの人が大家族で、生活して、じいちゃん、ばあちゃん、父ちゃん、母ちゃん、子供たち、孫たちというように、広い敷地の中で大きな家で、みんなが寄り集まって生活していたわけですけれども、避難の途中でそれがどん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 バラバラにされていく。地域のつながりももちろん、離れていく。なりがいももちろん、もう成り立たなくなる。という形で、生活を根こそぎ破壊されて、流浪化してしまう。ということになる。15万人を超える人たち、1人でもない、2人でもない、10人でも100人でもない、なんと15万人を超えるような人たちが、何気ない日常の生活というものを奪われて、動かしてしまった。今でも4万人近い人たちが、そういう状態を解消できないのが、今のどのところにいます。では、その他の人はどうだったのかというと、これはあるので、もちろん聞いていただきますが、本当であれば、放射線管理区域という区域に指定して、人々の立ち入りを禁じなければいけないという汚染地が、広大に広がってしまっていた。そこで、じゃあ、日本の国は何をしたかというと、もうこれはどうしようもない。今は緊急事態だ。そのため原子力緊急事態宣言なるものを発令して、法令はもう守らない。普通の人でも放射線関連区域の中で住めるということにしてしまって、何百万人もの人たちが、本当であれば放射線関連区域に指定しなければいけない場所に捨てられてしまうということになりました。10年経った今もそれが続いていくという状態です。一度は逃げた人たちも、子供が心配だ、とにかく逃げようと言って、子供親は汚染地に残って、女親と子供だけが逃げるという、そういう人たちもたくさんいました。男親も仕事を捨てて逃げるという人たちもいました。今日この会場にも、おそらくという方がいらっしゃるかもしれません。生活の崩壊を覚悟の上で逃げた。いう人たちもいた。でもそういう人たちもどん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 苦難の中で疲れ果てていって、国は今もうみんなどこで、これからは何の支援もしないということになって、また帰還せざるを得ない、そういう状況に追い込まれてしまう。では、これから何の問題かということですけれども、ここにセシウム137という言葉が入ります。私、先ほどグラフが核分裂すると、核分裂性生物という種の範囲ができると、皆さんに聞いていただきました。核分裂性生物というのは、およそ200種類にわたる放射性物質の集合体です。そのうちの一つがセシウム137という放射性物質。そのアストロン中の99という放射性物質は、要素131というのゼノン133というのは、これ重度というものもあります。いろんな、まあ、放射性物質が出るのですけれども、そのうちで一番人間に対して機会を加えると私が思っているのは、セシウム137という放射性物質です。そのため、このセシウム137という放射性物質をシャットにして、福島の事故がどれほどのものがあったかということを今日私は皆さんにお伝えしたいと思っているところです。で、ここに、まず1枚の表があるんですけれども、
一番下に広島原爆、これは先ほども研究となりましたけれども、広島原爆が発熱したときに、大気中にばらまかれたセシウム137の量が、ここに書いてある。0.089。単位がペタデブレという単位です。で、皆さんこの単位全然ピッとこないと思いますが、ペタ、P と書いてあるのは、10の15乗という単位を表している。1000兆という、まあ、普段は使わないぐらいの単位です。1000兆倍です。1000兆倍の 0.089 ですから、89兆ベクレルになるんでしょう。それだけ、広島の原爆では、記録部門に向けて、大気中にばらまいたと考えられています。では、福島の事故で1号機、2号機、3号機の3つの原子炉が溶けてしまったわけですけれども、その3つの原子炉の中に、セシウム137がどれだけ入っていたかというと、700ペタベクレル。これも皆さん全然ピンとこないと思いますので、で私は広島原爆がばらまいたものを一致としたときに、どれだけ想像するかというのはこの何になります。つまり、福島の事故で飛び落ちた余震の中には、広島原爆の7900発分のセシウム137が入っているということになります。そのうち、大気中に放出されたのが、まあ、100とか4、海でこれまでに流されたのが40から4になる。対流水というのは、まあ、今問題になっているのは1000ですけど、そこに入っていたのが、まあ、1000何百とか。でも、もともとあったものから言えば、これはまあ、かなり少ないものであって、ほとんどのものはまだ溶け落ちた余震の中にあるはずなの。先ほども聞いていただいたように、どこにあるかわからないけれども、そこにあるはずなの。これを何とかしなければいけないというくらいが最大のか。一体どうするのかということですけれども、これは原子の盾や、先ほど壊れてしまった写真を見ていただきましたが、その壊れる前の原子の盾やの断面、縦に割った断面です。この部分に、眉を縦にしたような、薬 のカプセルを縦にしたようなものがありますが、これは原子の圧力容器と私たちが呼んでいる鋼鉄製の圧力釜です。皆さんも家庭で圧力釜を使いかもしれませんが、まあ、類似した同じようなものです。ただし、この圧力釜は、福島の場合には厚さが16センチ。猛烈に分厚い圧力です。その中に、炉心と呼ばれている部分があって、ここにウランの原料が入っていて、それが溶け落ちてしまうんです。で、圧力容器の周りに、理科の実験で使うフラスコのような容器が書いてある。これは原子炉格納容器、私たちが呼んでいる容器です。この容器は何のために作られたのかというと、原子炉圧力容器の中に、まあ、原料があるんですけど、ここで何かトラブルが起きて、放射能が出てきたとしても、この原子炉格納容器の中に全部を引き込める。そういう目的を持って作られたのが原子炉格納容器。だから空気も漏らさない。水も漏らさない。もちろん放射能も漏らさないという。そのための容器が格納容器。でも実際には大量の放射性物質が突き出してきたということになっているわけですけれども。ですから、この格納容器がすでに壊れてしまっているということは確実なわけです。で、先ほど聞いていただいたように、どっかにある溶け落ちた燃料を冷やさなければいけないと言って、水をジャージャーこの場所にかけているんですけれども、格納容器の中には全く水が溜まらない。つまりもう穴が開いてしまう。放射能を漏らさないどころか水がどんどんと漏れてしまうというぐらいに、この格納容器は壊れてしまう。そして、後で、重要なので聞いていただきたいんですけど、ここに、2本足が出てるのを分かっていただけるでしょうか。これは、私たちペデスタルと呼んでいますが、台座という意味です。原子炉圧力容器を乗せている
鋼鉄、あ、コンクリート製の台座です。原子の圧力容器は円筒形で、ペデスタルも円筒形で、原子の圧力容器は鋼鉄製ですけれども、ペデスタルはコンクリート製で、でそのコンクリート製のペデスタルの上に圧力容器が乗っかっているという、そういう構造なんです。頭にこのことは入れておいてください。でそして、もう一つ、後で聞いていただきますけれども、この位置に使用済み燃料プールというものがあります。先ほど4号機で、もともと原子炉の中にあった燃料は全て使用済み燃料プールの中にあったと聞いていただいた。それが、これです。4号機の場合では大量にここに中心の燃料があった状態で、まあ、見事に進みました。これが溶けたらもうそのまま外へ放射能が出てしまうので、大変なことになっていただいたのは、では話を先に進みます。ここにあった燃料を溶けてしまったわけですけれども、今どこにあるかということです。国と東京電力は、ロードマップ、工程表というものを書いて、これから溶け落ちた炉心を取り出すというプランを示します。どんなプランかというと、こうです。左から右に向かって作業を進めていく。東京電力が言っている。この一番左のものが、まあ、多分現在こんな形になっているだろうという、東京電力の想像です。圧力容器があって、中にウランの燃料があったわけですけど、それが溶けてしまって、一部は圧力容器の底に落ちた。まあ、一部というのはほとんど落ちた。で、ウランの燃料って皆さんどんなものかと思われる。瀬戸物です。皆さんが家庭でお使いの茶碗とか、瀬戸物のお皿とか、ああいうものです。ウランを焼き固めて、瀬戸物に固めたというものが、露心で入っている。皆さんは瀬戸物を溶かせるでしょうか。パソコンにのっけて、ガンガン炊いても瀬戸物は溶けないと思います。私は今、松本市で、薪ストーブを着て暖房を取っていますが、もちろん薪ストーブの中に結構の起こりますわけです。瀬戸物を溶かすということは多分皆さんできない。ウランの瀬戸物は2800度にならないと溶けません。でも、溶けちゃう。溶けて落ちて圧力容器の底に落ちた。でも圧力容器というのは鋼鉄製です。鋼鉄というのは1400度から1500度になると溶けてしまう。ここにあった燃料や100トンある。ウランの燃料。それが2800度を超えて溶け落ちて、1500度にもなると溶けてしまうという圧力容器の底に落ちた。当然これは穴が開いてしまう。そこが抜けて、さらに下に落ちた。じゃあ、この下どうなってるかというと、まあ、ここに書いてあるわけですけれど、国と東京電力は、ペデスタルの足の中にある。内部にある。よろしいでしょうか。大切なことなので、これどうしても分かっていただきたいんですけど、ペデスタル、圧力要求に乗せているペデスタルと呼ばれているコンクリート製の、円筒形のコンクリート製の内部にある。国と東京電力は考えて、この工程を作った。もし、国と東京電力の考えているように、圧力容器の内部に一部があって、残りは格納容器の床の上、それをペデスタルの内部にあるというのであれば、いつの時点かで圧力容器の蓋を開け、格納容器の蓋を開け、上から覗くと見えというのが彼らの考え方なんです。ただし、上から見ようとしたら、膨大な放射線が飛び出してきていますので、人間作業できないわけです。どうしようと言って、次のフローズに行く。格納容器の中に、とにかく水を満水にさせるほどに水を張ろう。そうすれば、水が放射線を遮蔽してくれる。彼らは考えます。
でも、先ほどから聞いていただいているように、これ格納容器もボロボロに壊れてしまっていて、どん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 水を入れてるんですけど、もう水溜まらない。つまり、こういう状態にしようと思うなら、格納容器のどこが穴が開いているということをまずは見つけ出さなければいけない。見つけ出した上で修理しなければいけない。それができるとすると少し水が溜まると思いますけれども、また多分別のところが穴が開いて、また出てくる。どこが穴が開いているかをまた探して、そこをまた修理してということをやらなければいけない。10年経った今も格納容器のどこが壊れているかわからない。でも国と東京電力はそれをやって、こういう状態にするというロードマップを書いた。でも、もしこんな、私はそんなことで考えていってるわけですけれども、仮にこんなことができたとすると、これが一大脅威です。なぜかというと、格納容器というのは、放射能を漏らさないために設計された容器です。まあ、空気を漏らさない。日常的にはこの格納容器の中は、空気が窒素というガスが溜めてあるわけで、水なんかを満水にするなんてことは、初めから全く考えてないわけです。そんなところに水を満水にするなんていうことを入れたらば、それの、そのことで格納容器が壊れる。私は心配していました。でも、それもなんとかできた。まあ、そうすると、ここに来る。ここまで来て何をやるかというと、圧力容器の蓋を開けて、格納容器の蓋を開けて、水がもう満水になっているんですけれど、上から下を覗いて、ここに特殊な装置を設置して、ずっとまあ、工具を下に下ろしていって、溶け落ちた燃料を使い出す。これが、クリントンと東京電力が開発工程表なんです。でも、この場所から格納容器の床まで30メートルある。そんな深いところを、この、溶け落ちたものを掴み出す、なんていう装置はありません。この世界は。これからだから作ると言ってるわけですけれども、でそれもまあ、放射能で汚染した現場でやらない。もう大変な作業になると思います。でも彼らはこれをやる。そして掴み出してきたものは、燃料デブリ集合管という、まあ、特殊な容器。これも今はありません。それに入れて排出する。福島県外に持ち出します。彼らは福島県に約束した。それまで30年から40年で排出までができる。それを事故の収束と呼ぶんだ。という東京電力は、こういうロードマップを作っていただきます。でも、仮に、除去した燃料を掴み出して、容器に入れて、どこかに持ち出せたとしても、放射能自身は消えてない。一体それはどうするのかというと、これから10万年から100万年、どこかで、重りをしない。そういう国物なんです。一体事故の収束って何のことを言うのかという、その定義すらがまだ決まらない、そんな状態が現在。でも、先ほど胃カメラの話をしましたけれども、東京電力が2017年の2月に胃カメラを差し込んだの、ここに圧力容器があって、原子炉格納容器。理科のプラスのような用語のところに書いてある。その時の東京電力が何をやったかというと、格納容器の外側から、胃カメラをずーっと中まで差し込んでいく。圧力容器の真下まで差し込むことに成功する。この場所には、定期検査の時に作業員が、中に入っていって、まあ、様々な作業をしなければいけないんですけれど、そのための足場が、鋼鉄製の足場があるんですが、そこまで胃カメラを差し込むことに成功します。で、そしたらその鋼鉄製の足場に大きな穴が開いてしまっていて、足場がもうなくなってしまっているということはわかります。上の方から何か落ちてきて、その足場にネタが凍りついているようなものがあるということはわかります。
でもその下が一体どんなになってるかというのは分かるだけで、この図ではなんか溶け落ちた露心が一部は圧力容器の中、そして溶け落ちてきて一部は格納容器の上、ペデスタルのコンクリート製の足がここに書いてありますが、その中にまんじゅうのように溜まっているというそういう原因なんです。でもこれ間違いない。なぜそんなことが言えるかというと、カメラを差し込んでいったときに、格納容器の中までずっと差し込んだのが、その場所では1時間あたり50シーベルトという放射性が飛び交っていたということが分かった工業原料が公表しました。それをさらに数十の中に入れていったら、圧力容器の真下では1時間あたり20シーベルトしか放射性がなかった。では一番たくさん放射線があった場所はどこかというと、格納容器の壁とペデスタルの壁の真ん中だということがわかります。つまり溶け落ちた露心がもうこんなところにない。ペデスタルというのは先ほども言った、今も聞いていただきましたが、定期検査の時に作業員が入っている、入るために通路が空いている。ペデスタルの壁には原子炉の事故を心配してきた専門家、私も含めた専門家は、原子炉の露心が溶け落ちてしまうようなことになれば、その溶け落ちてきた露心は、ペデスタルに空いている通路を通って、ペデスタルの外側に出てしまう。そして格納容器の壁を攻撃するはずだと、私たちは考えている。そのことを、この時の調査で分かった。つまり、溶け落ちた燃料はこんなところにあるのではなくて、こういうところにある。だからこそ、格納容器の壁とペデスタルの壁の真ん中が放射線量が強いということになります。そうすると、上から見たってこれ見えない。見えもしないし、掴み出すなんてことはもう全くできない。っていうことが確定してない。そこで、国と東電はどうしたか。というと、ロードマップを書き換えます。書き換えたロードマップで3種類の案を出しました。一番左の方は、第1案なんですけど、これはもう、実に分かれてくるというか、もう修理、格納容器の穴を修理することはもうできないだろうと。でも、途中までとにかくできれば少しは放射線を遮ってくれるから、なんとか修理しながら水を止めない。でそれ以上ためられない部分については、遮蔽板というものを上から吊り下げながら、なんとか作業ができないかということを考えたのが第一案です。で、第二案の方は、もう格納容器を修理するなんてことはできない。もう諦めよう。でも水が全くためられないなんていうことならば、放射線がバンバン飛び出してきてしまって、到底作業ができない。もう仕方がないです。分厚い遮蔽板を吊り下ろしながら作業をしようというのが第二案。でも今聞いていただいたように、こんなことをやったって、この場所にはないんです。ペデスタルの外になっても、溶け落ちた部品はありません。どこにあるかというと、外側にある。そうなれば、第一案も第二案も全く無意味ない。そこで、今国と東京電力は、この第三案、地中横アクセス工法を彼らが呼んでいる案が最有力だと言って、何をするかというと、もう水はためられない、諦めない、上から見たって見えないし取り出すこともできない、だからそれもやめる。格納容器と露天腹に穴を開けて、そこから特殊な工具を入れて掴み出そうという、そういうことは今国と東電の最有力プランになっている。しかしこんなことをやれば放射線遮蔽できませんし、穴を開けてしまったところから放射線物質がどんどん外に出てきてしまって作業なんかできません。結局これもできない。私はということで、あれこれと自分たちの都合のいいような願望に基づいて事故の収束というのを計画してきたわけですけれども、結局できません。
30年から40年で取り出すことはまず全くできないし、多分100年経ってもこんなことでは取り出せない。仮にこっちからドテプラに穴を開けたところ、これは取り出せたとしても、今度こっちは取り出せない。全くが作業が進んだとして、保健師さんの資金を 50% を掴み出しましたって言っても、50% は残してしまうわけですから、もう全く意味のないタイプだと私は思います。保健師さんの資金の回収、100年経っても私はできない。仮に取り出したとしても、先ほど聞いていただいたように、放射能が消えるわけではないので、これから10万年、100万年を保有し続けるという、その仕事はさらに。では今何をすべきかということですけれども、私はこれしかないと思います。これは1986年の4月の26日に旧ソ連のチェルノブイリ原子力発電所でやはり大きな事故が起きたときに、旧ソ連政府は何をしたかというときの、写真です。ここに今巨大な建物のようなものが映っていますが、私たち石炭と呼んでいます。鋼鉄とコンクリート製の巨大な建物、この建物の中に壊れてしまった原子の建屋がもうとにかくもう手をつけることができないから、とにかく全体を封印するしかないと言って作ったの。1986年の暮れまでに旧ソ連では60万人とも80万人とも言われる労働者軍人を動員してこれを作りました。たくさんの被爆を見ながらこれを作って放射能をとにかく閉じ込めるということをやった。しかしこれは30年経ってボロボロになってしまいました。そのためこの巨大な建物の上にさらに巨大な建物を作って、放射能を閉じ込めるということを2016年にやりました。それがこれ、チェルノブイリ原発には1号機、2号機、3号機、4号機という4つの原子炉がありました。壊れたのは4号機です。これが4号機の石棺です。で隣に3号機の原子炉建屋があります。これが4号機ですけれども、この石棺がボロボロになってしまったということで、こういう今度は石棺と私たち呼んでいますけど、今度はコンクリートではありません。鋼鉄製のこういう構造物を作って、こういうレールが敷いてあるんですけど、そのレール上をこの組み立てた、鋼鉄製の構造物をズル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 と動かして、この初めて作った石棺全体を覆ってしまうという作業を2016年11月に成し遂げました。その第二石棺というのを言いますけど、その第二石棺の寿命は100年だと言われています。つまり、チェルノブイリ原発の場合には、初め作った石棺で30年持ちこたえ、そしてこの第二石棺でこれから100年間、20年間、とにかく打ち込めるということをやろうとしている。130年間はもう手がつけられない。閉じ込めるしかないという選択をした。では、100年後どうするんですか。私は多分、第三石棺というさらに巨大なものを作って、これにまた被せるだろう。そうやって放射能が少しずつ減っていくことを見ながら、いつも自転車で何とかしなければいけないということは本当ですけれども、膨大な時間が、手をつけようがない、悲惨な事故が今にも続いているという、そういう状態になってしまうわけです。でも、石棺を作る前にやらなければいけないことがあります。何かというと、使用済み燃料プールの中に眠っている燃料を何かどこかに取り出さなければいけない。1号機、2号機、3号機、4号機、それぞれの使用済み燃料プールの中には、たくさんの燃料が沈めてあります。4号機の場合には、原子炉溶けることがなかったわけだし、建屋の中の放射能の汚染もそれほどひどくはありませんでした。でも、建屋全体がボロボロになってしまっているので、燃料を取り出す、特殊な機械があったわけですけれども、その機械すら壊れてしまっているのかな。
ということで、そういう機械をまた作って設置してというようなことをやりながら、事故から2年半経った2013年の11月からプールの中に入っている使用済みの燃料を掴み出す。もうボロボロに建屋が壊れてしまっているわけですから、なんとか少しでも安全なプールに移さなければいけない。ですから1331体の使用済みの燃料があったんですけど、これを民家に掴み出して、隣にある共用燃料プールという、まだ少しはマシなプールに移し終え、1年間かけて移し終えるということをやりました。で、3号機にも、やはり使用済み燃料の中に、使用済みの燃料を加えて14体、使ってない燃料を52体あったわけですけど、これをどこから運び出さなければいけないということで、今から2年前に作業を始めて、今年もついこの間、ようやくにしてこれだけを使い出して共用燃料プールというところに移し終えます。でも1号機2号機はまだ全く手つかない。本当だったら今度ずっと前から作業を始めて、こういう使用済みの燃料をそれから安全なところに移そうと計画していたんですけれど、それもできない。建屋の中が放射能でぶたぶたに汚れてしまっていて、作業自身ができないという状況の中で、どんどん計画が遅延してきて、2023年度には何とかやりたいと言っていますけれども、それすらどんどん計画が遅れるという状態で、いつになったら使用燃料プールから燃料を取り出せるとか、それすらが分かりません。それができ終わってからようやくに石棺を作れるという、そういうことが始まるということになる。敷地の中の苦闘、労働者の苦闘というのは、まだまだこれからもずっと続かざるを得ないということになっています。かねても大変です。また先ほどの膨大な放射線物質が本当にばらまかれた、見ていただきます。一体膨大ってどのくらいなのかということを皆さんに見ていただきます。私が見ていただくのは、IAEA 国際原子力機関という国際的な原子力を推進する団体があるのですけれども、その団体に対して日本国政府が報告書を出しました。その中に、どういう放射性物質をどれだけ環境にばらまいたかということが書かれています。その数字の中から私は今皆さんに、大気中に放出したセシウム137の量というものを見ていただこうと思います。先ほど聞いていただいて、セシウム137というのは、イランが核分裂してできる放射性物質のうち、人間に一番危害を加えると思っています。で、その量を今からこのキャンバスに書いていこうと思います。で、まず、左の下に黄色い四角。これは、広島原爆が殺伐したときに、キノコ雲と一緒に大気中にばらまいたセシウム137の量です。で、さっきも、表で見ていただく、表で一番下に書いてあって、8.9×10⁻³ というものですけれども、それを黄色い四角を置くために書きました。では、福島第一原子力発電所の事故でどれだけのセシウム137が大気中にばらまかれたと、日本の政府が言っているかというところです。1号機だけで広島原爆の6カード分から7アップに、何と言ってもひどかったのは2号機だ。3号機もまた、当日運転中であえなく無心が溶けてしまった1号機、2号機、3号機を合計すると 1.5×10⁻⁶ のセシウム137を大気中に放出した。日本政府が言っている。でも 1.5×10⁻⁶ なんで、一挙皆さん全然一挙が来ないと思いますので、この四角で比べてください。広島原爆がまき散らした量に比べると、なんと168発分になる。広島原爆がまき散らした放射能って、猛烈に恐ろしいものなんです。それもなんと168発分を、福島の事故は大気中にばらまいてしまったよと。日本政府は言っている。では、ばらまかれた Z
セシウム30がどうなるでしょうか。簡単ですね。風に乗って流れる。風に乗って流れて汚染を広げたわけですけれども、どんな汚染を作ったかというのがこの地図。この地図も私が作ったものではありません。日本政府が作って、日本の国土の防衛のところがどれだけ汚れたかということを色分けして示した地図です。ただし、福島第一原子力発電所というのは福島県の太平洋岸にあります。東側が全部海です。西だけが出るという、そういう場所に立っている。そして日本という国は、北半球本体というところにあって、上空高いところに行くと、偏西風という猛烈に強い西風が吹いている。だから福島の原発に降らしてきた放射能を、上空高いところに到達したものは、偏西風に乗ってみんな太平洋に流れていった。陸地の方に汚染を引き起こしたものだけが、まあ、地図にできるということであって、私は多分太平洋に流れたものを 86% だと思っている。全体の 16% だけが日本の国土の方に流れてきて、こういう汚染を作ったということになったはずなんだと私は思っています。そして福島の発電所から北西の方向に赤き緑の色で塗ったところがあるんですが、ここが猛烈に汚染したところです。どういう量かというのは、ここに、あの、電位の下の方に日本の政府が数字で書いてあります。赤いところは1平方メートルあたり300万ベクレルを超えている。黄色いところは100万から300万。緑のところは60万から100万汚れていると日本政府が言っている。ここはもうとにかく乱暴に汚染してしまったので、もう逃げるしかないということで、先ほど聞いていただいたように人々が強制的に避難されているのがこの緑のところです。でも汚染はそれだけで済みませんでした。例えば福島県の中央部南部に青い海が縦断しています。ここは福島県の中の海と呼ばれてきたし、東側には阿保沼山地という山並みがあります。西側には青森県から始まった大雲山脈という長大な 山並みがあり、西も東も山で挟まれた平坦地で気候が温暖で住みやすいということで、福島県の大きな町はほとんどこの中通りにある。北から伊達市、福島市、日本松市、郡山市、須賀川市、白河市というようにたくさんの人々が住んでいた山に挟まれた平坦地というところを放射能の雲が舐めるように汚染を広げていくということになりました。その青い海は栃木県の北半分にも群馬県の北半分にも、私は先ほどから聞いていただいたように長野県の松本というところに住んでいるんですが、群馬県と長野県の県境にも浅間山とか高い山並みがずらっとつながっていったので、流れてきた放射能の雲はその山を乗り越えることができないまま山腹を巻いて群馬県の西部を汚染しています。埼玉県の西部、東京の多摩というようなところも汚染されてしまっています。ある時は北風が吹いていて放射能の南へ流れたため、茨城県の北部、南部、千葉県の北部、東京の下町というようなところも汚染されています。そしてこの群馬県の西部を汚染で、くすんだ緑色で塗ってあるんですけど、それは福島県の会津地方にもありますし、宮城県の南部、北部、岩手県の南部、茨城県の北部、南部、千葉県の北部、東京の下町、奥多摩、埼玉県の西部というようなところにくすんだ緑色があるんですけど、そのくすんだ緑色はここに数字で書いてありますけど、1平方メートルあたり3万ベクレルから6万ベクレルセシウムの水もった日本政府が地図にした。でも皆さんそんな数字を聞いてもピンとこないと思いますので、一つ比較の数字を聞いていただきます。私は今から6年ほど前まで
京都大学原子炉実験所という非常に特殊な職場で働いています。おもちゃのような原子炉ですけど、原子炉があって、それを動かして、いろいろな放射線物質を作り出して、その研究をするという仕事場でした。私はもう、その仕事を辞めてしまって、まあ、今は全くの専任生活になっていたわけですけれども、今私が、例えばこの場所で、かつての私がしていたような仕事、放射線物質を取り扱って仕事をしていいかといえば、もちろんだ。ここは、明治学院大学の教員とか、生徒とか来て、授業をする場所であって、そんな場所で放射線物質を取り扱ってはいけない、ということになって、放射線物質は危険なものだから、普通の人が立ち入れるような部屋で、これを使ってはならない。法令できちっと決められている。そこを放射線管理区と呼びます。京都大学原子力研究所という私の職場は、皆さん京都大学、京都大学の京都にあったかと思われるかもしれませんが、違いない。おもちゃのようは小さな原子炉だけど、都会に建ててはいけない。ということで、京都の街中には建てることができませんでした。京都大学は富士というところに、東洋国を含めて広大なキャンパスを持っていたので、富士に出ようとしたのですけれども、そこも人が住んでいるならダメだということになりました。それ以降、あちこちとにかく原子炉に伝ってくれるという容器を探してあるんですけれども、どこもダメということで、結局流れ流れて、大阪府泉南郡の桑取町という、本当の田舎まで流れていって、そこに10万坪の敷地を騙し取って、そこに原子炉を建てます。広大な敷地の中にたくさんの建物がありますけれども、そのほとんどの建物は放射性物質が取り扱ってはいけないだろう。ごくわずかな建物の中に放射性管理区域というものがあって、どうしても放射能を取り扱うときにはそこでやれということになっています。私はまあ仕事からしょうがないので、放射性管理区域に入りました。入って仕事をします。普通の皆さんはまず立ち入ることが許されない。私のような放射能や放射線を取り扱って仕事をして、給料をもらうという、そういう人間だけがそこに立ち入ることを許される。でも、私はその場所に入った途端、水を飲むことを禁じられます。食べ物を食べることも禁じられます。そこで寝てはいけません。管理区域の中にはトイレもありません。つまり人間が生きるなんてことは到底できないというのは放射線管理区。どうしてもしょうがない仕事をするときに、ためだけにそこに入れという場所です。とても気持ち悪い場所なので、私は仕事が終わったらさっさと出てきたいといつも思っていました。でも管理区域の出るときには、ドアがあって必ず閉まっている。なぜかというと、私が管理区域の中で仕事をしたということは、私の実験員が放射能で汚れたかもしれない。私の手だって汚れたかもしれない。放射能。そのまま管理区域の外に出てしまうというようなことをすれば、普通の人たちが生きているわけだから、そういう人たちを被爆させてしまう。そんなことは到底許せないから、もし管理区域から出たいのであれば、出口のところにあいつ放射線測定器で手が汚れていないか、足が汚れていないか、実験員が汚れていないかを測定しなければドアが開かないというシステム。では、どういう汚染だったらドアは開いてくれるのかというと、1平方メートルあたり4万ベクレルが基準。つまり、1平方メートルあたり4万ベクレルを超えているようなものは、どんなものでも管理区域の外側に持ち出してはいけないし、存在させてはいけないというのが日本の法律だ。よろしいですか。このくすんだ緑のところ。これで3万ベクレルから6万ベクレル汚れてる。日本の政府がやってる。それも私の手が汚れてるとか、実験が汚れてるというんじゃないんです。大地が汚れてる。どうもならないほどの広大な地域が汚染してしまう。本当であれば放射線管理区域に指定して、
一般の人々が立ち入ることを禁じる。私のような特殊な人間でも、こういう場所に行ったら水も飲んではいけない、食べ物を食べてもいけない、排泄してもいけない、というほどの汚染を受けてしまった。日本政府が自分を支援した。どうしようもない、強大な地域。面積でいうと約1万4千平方キロメートルの大地が、全管理区域の基準を超える汚染を受けている。日本政府は何で来たの？今は緊急事態。原子力緊急事態宣言を発令して、被爆に関する法令を一切保護にします。赤き緑のところだけは仕方がないから住民を強制的に避難させたけれども、その他のところには住民を捨てるということをやってしまった。この会場に来てくださっている方は、ご無事かもしれませんけど、この原子力緊急事態宣言、今でも解除できないものが続いています。新型コロナウイルスに関する緊急事態宣言は出されては解除されて、また出されて解除されて、全く無能な政府だと思いますけれども、解除してはまたやるだろう。留学生で本日まで準備していい。本当に困った国だと私は思いますけど、それでもまあ、しばらくして解除できるという状態になった。多分、これから1年、2年経てば、それなりにウイルスの感染も収まるんだろうと思っていますけれども、原子力緊急事態宣言は10年経った今は解除できていない。今そのことを人々に知らせないように、マスコミも使って、情報を統制してきたために、ほとんどの日本人は今現在も原子力緊急事態宣言が続いているということすら忘れさせられてしまっている、そういう状態になっている。思います。これは由美里さんというイラストレーターが描いてきたイラストです。私たち赤いつぶつぶのイラストと呼んでいます。赤いつぶつぶが放射能を意味している。今日本政府が作った地図で見ていただいているように、福島県を中心にして広大な大地が放射能で汚れているんです。本当であれば放射線管理区域に指定して人々の立ち入りを禁じる。私のような人間であっても、そこに入ったら水すら飲んではいけないという場所にしなければいけないこの放射能で大地が汚れているんです。くどいようですけど、私が言ってるんじゃないんです。日本政府が地図を見て言ってる。その場所に子供を含めて捨てられているんです。水も飲む、食べ物も食べる、そこで寝る、学校に行く、トイレだ。ごくごく普通の状態で人々が生きるしかないという、そういう状態にさせられてしまう。私は時々福島に行きますけれども、行くたびに思います。放射能が目に見えればいいのに、目に見えれば注意もできるんです。でも、残念ながら放射能は目に見えない、五感に感じられない。そして人々は四六時中恐怖を抱えながら生きるなんてことはできませんから、できれば忘れてしまいたいと思う。気になるで済ませられないと思うんです。ということで、こういう状態で子供も含めて生活をしていくことになってしまう。この汚染、これからどうなるかということですけれども、先ほど見ていただいているいただいた汚染地図はセシウム137とセシウム134というもう一つの、放射線物質があるんですけど、それを合算した汚染地図を見ていただいたんですが、これはセシウム137だけの汚染地図です。なんで私がそんなところにやったかというと、セシウム134という放射線物質は2年経つと半分に減ってくれる。10年経ってますので半分、4分の1、8分の1、16分の1、32分の1というぐらいに、セシウム134の方はもう減ってきてていいです。でも、セシウム137の方は、30年経たないと半分に減ってくれない。事故から10年経ってますけど、まだ半分にもなっていない。実はまだ8割も減っている。
で、そういう形で30年経って半分、それから30年経つとそのまた半分、4分の1になる。それから30年経つと8分の1になるということになるんだけど、100年経つとちょうど10分の1になる。で、週に130万5千円。そしてこの地図を見ていただきたいんですけど、赤黄緑がこれもありますけど、緑のところは600K と書いてありますが、 K で1000倍という意味です。で、 600K というのは60万ベクレルという意味です。この緑のところは60万ベクレルから100万ベクレル、このセシウム137が自己直撃に溜まったと言っているところです。仮にこれが10分の1になったとしても、6万ベクレルから10万ベクレルの汚染がこの緑のところには残る。黄色、赤のところはもちろんもっと残っているということになる。6万ベクレルから10万ベクレルまで減ってくれたとしても、当然放射線カビに人々の荷重量を引いてなければならないほどの汚染地帯というのが、100年経っても残ってしまうんです。私、死んでます。多分この会場にいる方、皆さん全員死んでると思います。今生まれた赤ん坊だって、多分100年後に生きている赤ん坊はあんまりいないと思いますけれども、そういう長期間にわたって、放射線管理区域にしなければいけない汚染地が残ってしまうということです。でも私は原子力研究事態宣言が10年経って今も続いていると、皆さんに聞いていただいたわけですが、100年経っても続くんです。この日本という国は、今生きている日本人が全員死んでも放射線管理区域にしなければいけない汚染地を抱えて、原子力緊急事態宣言を続けなければならないという、そういう国なんです。日本というこの国、法治国家だと言われています。国民は法律を破ると国家が処罰するということですね。ワンビアとは刑務所にかかっていって、巷にはワンビアとはいないから安全で安心な国だ。日本の国はずっと私たちにそう言ってきた。それなら、自分で作った法律を守るのは国の最低限の義務だと私は思います。自宅に関する法律、日本にたくさんあります。例えば、一般の人々は、1年間に1ミリシーベルト以上の被爆をさせてはいけないという法律がありました。今聞いていただいたように、放射線管理区域から物を持ち出すときには、1平方メートルあたり4万ベクレルを超えて汚れているものはどんなものでも持ち出してはいけないという法律もありました。でも、もうダメだということで、その事故を引き起こした最大の犯罪者は私は国だと思います。もちろん東京電力は直接的な犯罪者ですけれども、そういう電力会社を停止を平和領とか言いながら原子力発電に引きずり込んだのは国なわけですから、最大の犯罪者は私は国だと思っているんですけど、その国は原子力研究機関どころか法律を保護にして特別措置法というのを圧迫して事故から10年経った今も人々の被爆を続けさせてしまっているという。そして今聞いていただいているように、大地を汚している初犯人、セシウム137なわけですけれども、それは半減期が30年、100年経っても10分の1にしかならない。100年後も日本という国は原子力緊急事態宣言下にあり続けている、そういう状態になっています。これほど膨大な被害が出ました。かつて日本は戦争で負けたのに、戦争で負けたけど国破れて山がありだった、大地があればちゃんとしたことは生きていかれるということだったわけですけれども、大地自身がもう失われてしまうということになっているわけですし、たくさんの人々が今苦難のそこに落とされている。こんな被害、被害者がいる、では加害者は誰なのということをしっかりとやはり考えなきゃいけない。私は今もちょっと聞いていただきましたけれども、日本というこの国では国が原子力平和利用の夢をばらまいて
原子力損害賠償法とか電気事業法とか、もうとにかくこんな法律があったと思うほど原子力を優遇する法律をたくさん作って電力会社を原子力発電に引き込みました。必ず儲かって引き込んだ。その周りには、三菱、日立、東芝など巨大な原子力産業の利益を求めて集まりました。さらにその周りにはゼネコン、中小零細企業、そういうところで会社で働く労働組合、マスコミ、裁判所、学会など、とにかく全てが一体となって原子力プラント、皆さんが呼ぶような組織を作って原子力を進めてきた。かつての戦争の時の話で言うと、国を中心として一切の反応を許さないというような巨大な原子力組織を作ってやっています。彼らは原子力技術政策指針でというものを、これも法律を作って重大事故、仮想事故というような、もうありえないほどの事故をちゃんと考える、だから原発は安全だというのを言っていたんですけど、でもそんな事故でもいついかなる時でも原子力格納容器が壊れないという、そういう過程だった。よろしいでしょうか。格納容器というのは放射能を外に漏らすのを防ぐための容器、それが壊れないなら放射能は外に出てこない、だから安全だということになってしまう。格納容器が壊れるような事故はそんなのを想定することが馬鹿げていい、想定不適当だと言って無視してしまうということで原子力を進めてきた。その上、東京電力という会社は政府の地震調査研究通信本部というところが大きな津波が来るという報告を出したんですけれども、その報告すら無視してしまって結局悪夢っていうのを起こしたということになりました。そして事故を起こした後、彼らは何て言い出したかというと、想定外だという、こんな言い訳って成り立つんですか。でも不思議なことになりたい。日本というこの国では、東京大学の会長、副社長、そしてメロフという原子力に関わったトップ3人が、刑事裁判にかけられましたけれども、なんとその判決は彼ら無罪だ。想定外だ。裁判所が言って彼らを免罪するということになりました。もちろん裁判所も原子力村の一員だったわけですから、まあ、なるほどな、そういうことなのかなと私は思いましたけれども、何をやっても責任を取らないという、そういう人が、まあ、原子力を進めてきたし、これからも進めようとしています。原発は絶対安全だと言っていた原子力安全神話というのがあったわけですけれども、それは福島の事故が起きたことで、事実として崩れます。でも、その事故を起こした責任のある国も、東京電力も、まあ、いわゆる工学的エリートという人たちが動かしてきたわけですけれども、誰一人として責任を取りません。取ろうともしません。実際に処罰もされないという状態になっています。彼らは無傷で生き延びました。そして、放射能線に人々を捨てて、マスコミと教育を支配して、被爆しても安全だと今度は言い出す。原子力安全神話は崩れてしまったけど、今度は被爆安全神話というものを振り巻き始めて、本当の日本の法律では1年間に1ミリシーベルト以上の被爆をさせてはいけないとなっていたのに、なんと1年間に20ミリシーベルトまでの被爆は何でもない。子供も浴びている。というようなことにしてしまっている。1年間に20ミリシーベルトの被爆というのは、実はかつての私がそうでやったように、放射能や放射線を取り扱って給料をもらうという、そういう大人に対してようやく許した被爆の限度が1年間に20ミリシーベルトという基準なんですが、それをもう半分にも許してしまうというようなことを日本の国はやろうとして
私は彼らと彼らは犯罪者だと心底を思っている。ですから、まあ、先ほど原子力村と呼ばれてきたと言いましたけれど、私は福島の事故が起きた後は彼らは原子力マフィアだった、まあ、原子力ギャングという言葉を使ってもいいと思いますけれども、そういう連中がまだ無理で生き延びてしまう。できることなら彼ら全員を刑務所に入れたいと私は思っています。その原子力マフィア、今何をしているかというと、こんなことを言っています。福島県浜通りと呼んでいる太平洋岸の一帯があるんですけど、そこで福島イノベーションコースト構想なる巨大工事が今どん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 やっている膨大な半分を食べて、でそこでは日立三菱東芝など巨大な原子力産業、福島建設大林組、熊谷組などデネコンが巨大な受注を受けて大規模工事を進める。彼らは原発を建設して運転するときにとにかく大儲けをした。そしてじゃあ事故が起きちゃったらどうなったかというと、除染と称して放射能の海をバッレコンバッティングに入れたわけですけど、それでまた大儲け。そして今今度は復興ということにまた大儲けをするということになる。福島事故は天災ではありません。確かに地震と津波は天災ですけれども、原子力発電所はもちろん人間が起きたわけですし、大事故は起きないかって言い続けてきちんとした対策を取らなかった。まさに天災です。その加害者である原子力マフィアは今、また大規模工事で大儲けをする。被害者たちの苦難は一向に解消されないという状態が今、なんです。イノベーションコースト構想の一部に、東日本大震災、原子力災害、伝承館というものが当てられました。何億円だったのか、何億円だったのか、例えば、巨大な建物を当てられました。そこで、震災のパネルで書かれています。そしてそこで、まあ、説明をする人たち、別に被害者たちですけれども、まあ、震災の説明をするんですけれども、その場所には、伝承館の中には、被害という言葉も、被害者という言葉もありません。一切の事実から入ってます。もちろん、加害とか加害者という言葉は、ひたすら復興だ。ということをアピールするための場所になっています。伝承館を案内する被害者たちは、国や東電を批判することは言ってはいけない。一番初めから復旧だ。という状態です。福島復興、何のことを言うのかといえば、そこで生きてきた人たちの復興だ。被害者たちの復興でなければならない。私は思いますけれども、残念ながら事実は全く違っている。加害者は自分たちの儲けのために復興を進めていこう。そういう状態になってしまう。その復興の掛け声を見ると、加害者たちがどんなになっているか。大変な苦難に陥っているわけです。地図で見ていただいたように、東北地方、関東地方の広大な地域が、本当なら放射線管理区域に指定しなければいけないことの汚染を受けています。風評で汚染しているのではありません。政府が地図を作って示しているように事実として汚染している。そういう場所で生活で被爆をします。被爆は必ず単にまさに実害で、それなのに先ほどもちょっと聞いていただきましたけど、一度は避難した人たちに対して国が曲がりなりにも住宅の支援をしていたんです。でも、2017年の3月には、もう住宅の支援をしない。福島でみんな生きてるんだ、普通に。お前たち今したいなって言ってるけど、それがああ、もう終わりだ。みんな福島に帰れっていうことにして、支援を打ち切りました。でもまあ一部の自治体がその2年間支援を続けてきたんですけど、その支援も2019年3月には
すべて打ち切られてる。もうみんな汚染地に帰れる。汚染なんて言ってしまってもいい。っていうことにしてしまった。それでも子供が心配だという親は一部もいるわけで、引き戻り戻れずに迷惑を続けている人たちも、そういう人たちに対して国や自治体は何をやったかというと、そんなのはわがままだから、それを続けようというなら家賃の2倍を払え。言って、被害者を裁判に訴える。というようなことを今、勉強に使えばやって。捨てられてしまった人たち、もう疲れ果てています。何を言っても国も自治体もしてくれない。もう諦めて、お天地で生きるしかない。ほとんどの人はそう思う。そうなれば、こう仕方がない。自分たちの生きている場所、ふるさとを復興しようと思うんだ。皆さんはどうでしょう？どう？もし私がそういう立場になったら、私だってそうなるかもしれないと思います。そういう日常、恐怖を抱えてはいじられませんが、なんとか汚染を忘れたいと思うし、国の方は積極的に忘れてしまう神経。で、効果は効果、放射能は見えない、効果はどうも感じられないということになってしまうわけです。今、福島では、とにかく復興だと、復興が最優先だということにされてしまって、そのためには福島県産の食べ物もみんなに買ってもらわなきゃいけない。安全だということを PR しようということで、学校給食に福島県産の食品を回すということを今、福島県がやっています。そして、福島原発の敷地のごく近くに国道6号線という道路が走っていて、そこを走るのは自転車もバイクもダメだ。車で走るときには窓は必ず閉めます。途中で止まってはいけないというほど汚染している国道ですけれども、その国道の清掃作業に学童を導入して、国道6号線はきれいですということをアピールしよう。私は福島の人たちの苦難分かるつもりでいます。何を言ってるかと彼らに言われるかもしれないけれど分かるつもりでいます。でも子供だけは考えてくれと私は思っていますけれど、残念ながらそういう状態ではない。なんとか子供の被曝も少なくしたい、例えば夏休みに保養に出したいというような親は今でももちろんいるわけですけれども、そんなことは言うな。そんなことを言ったら復興の邪魔だということで非難させられてしまう。非難されてしまう。そういう状態になってしまう。そうです。一体私たち何をしなければいいのかということですけれども、強制非難させられてふるさとを追われた人は貧乏賃金がある。生活根こそに破壊された。汚染地、放射線管理区域にしなければいけない汚染地で捨てられた人たちがあって、被害者です。生活や家庭の崩壊を確保で自主的に被害している人だって被害者です。汚染された食べ物は流通ルートに乗って流れていますので、それを食べている皆さん、私も含めた人間だって被害者です。でも、この事故を引き起こした加害者の側は、いろいろ聞いていただいて、誰も責任を取らない。それどころか被害者同士を分断して、対立させて、その上で自分たちは涼しい顔をして原子力をこれからも進めるということをやろうとして、一度は止まった原子力発電所を再稼働させる彼らがしていますし、なんと新たに原発を作ろうということを安倍さんが、これだもんなんてこれからやるというようなことが全然に決まり、報道になる。本当に許しがたい連中だと私は思う。何をやらなければいけないだろう。言えば、被害者には多様な苦痛な苦悩があるんだろう。それをお互いに認め合って、非難し合うのではなくて、助け合って加害者と戦おう。それをやるべきだ。私は思う。原子力は一体何のために必要なんでしょうか。皆さん何で聞かされてきたでし
例えば無限の未来の無限のエネルギー源、私自身に聞かされたしそう思ったというのが一番あって聞いてて安価に発言できる原発の電気一番安いよ今の日本人だってそんなこと言ってるわけですけれども、ずっと言ってる厳重に審査するので安全だと言われてる、最近では地球温暖化の防止に役立つ2050年にはカーボンニュートラルだと、まあ、菅さんが言ったそうですけれども、バカもやりやすいって言ってます。彼は、火力発電所をやめて、その代わりに原子力をやればいいって、そういう人なんですね。でも、ね、先ほど、上に聞いていただきましたけど、原子力の燃料であるのは、まあ、化石燃料より少ない。これは初めから間違いない。あるから。なんでそんなことを国が言えてきたかというと、国にとって都合のいいモデルを作って、モデル計算をしたからあるじゃん。そんなモデル計算のようなもので、実際の発電があるのかどうだったのかということを調べると、原子力の発電になるのは火力よりも水力よりも高かった。事実として。おまけに福島の事故が起きました。その収束のための費用を考えれば、もう途方もなく高いです。その上、生み出してしまった核のゴミ、これが10万年、100万年、なんとかしなければいけないなんてことを考えれば、もう全く話にならないこと原子力が高い。原発は安全だと、実は福島のことも奪われてしまった。地球温暖化に役立つというものも、今日これはきちんと聞いていただけませんけれども、地球温暖化の本当の原因はエネルギーを三元なく浪費してきたというそのことにある火力を使ったとか原子力がいいとかそういうことじゃなくてエネルギーを浪費する社会というものが地球温暖化を作ったということに気がつかなければいけない。その上100万年に及ぶ核のゴミの管理を考えればそのために一体どれだけのエネルギーをかけなければいけないのかどれだけの二酸化炭素を放出してしまうのかもう考えるのがバカバカしいほど原発は地球温暖化の防止にはなっている。あ、全部だ。安全性も経済性もない原発です。そんな原発なんで日の出にできたの？なんでこれからもやるの？原子力マフィアは言ってるんでしょう。福島第一原子力発電所事故の教訓というものを考えてください。皆さんは何ですか？福島の事故から皆さんの教訓を。私は単純です。原子力発電所は破局的な被害を生じる事実。だから原子力発電所を即刻破滅しようというのが福島の事故を受けて、改めて私がやる。では、原子力マフィアがいた条件、何だったのか。どんな悲惨な被害を出しても誰も処罰されない。東京電力の倒産しない。すでに黒字企業です。国が全てに高い。国が止めるのは何十兆円を出すわけですけど、私たちも税金ですよって。でも、安倍さんを知っておくれた自民党の政府は、それか、東電を逆らって潰さないということを、それまでは彼らは、もうここは原子力発電所を再開としてまた設ける。仮に次の事故が起きても、誰も処罰もされない。会社も潰れない。国が守ってくれるということを、福島第一原子力発電所の事故は、の教訓として彼らは学んだ。これからもどんどん彼らはやろうとすると思います。でももう日本の原子力ってあるわけです。ここに1971は2025年が始まる定義で、この図は日本というこの国の中で原子力発電所がどのように運転をしてきたか建設されてきたかあるいは計画されてきたかというその歴史を書いたものです。で日本で一番初めに原子力発電所が動いたのは
は、先ほどの日本地図に書いたときに、東海旅行を見ていただきました。1966年です。で、その時から動き始めて、敦賀、三原が動いて、どん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 動いてきたわけです。でも、もう1970年から1990年代の、まあ、前半ぐらいまでは、内登りに原発ができてきたわけですけれども、もうそれ以降、もうこれ以上原発作ってもダメなの。電気が余りすぎてるし、これダメだということでもほとんどできなかった。そして、挙句の果てに福島の事故が起きて、今、どんどん日本の原発が減っていって、25万円がこれからどれだけ作ろうとしても、いずれにしても、安全性も経済性もないんだ。次々と、これからは減っていくだろう。私は思います。この原子力も完全に凋落の時代に入りました。でも、福島の事故を受けて、世界ではドイツ、韓国、台湾などは、自分の選択として原子力をやめようという、そういう方向の舵を切ってるんです。意識的に舵を切ってる。でも日本というこの国は、まだまだ国儲けしたいという、心から選択にしがみつきながら、やっぱり導入もならないままずるずると自滅していく。私は思います。でも、今聞いていただいたように、日本の原子力って1970年の初めの頃から、1990年の半ばまでに、闘争をし続けた。この時代って一体どういう時代だったかというと、私も含めた今のシニア世代というのが社会の中心でガンガン仕事をしていた時代なんです。今のシニア世代こそが日本の原子力の闘争を許した人なんです。そういう人間として私は私たちの手で意識的に原子力をやめると、そういう方向に持っていきたい。原子力に引導を渡したいと、私は思います。最後に原発の終わらせ方ですが、私は一番初めは原子力に夢を持って、原子力の前に足を踏み入れた。1970年から原子力はもうダメだと思いました。そして、一刻も早く原子力を廃絶したいと思って、思いつく限りのことを私はやってきたつもりなんです。でも、原子力を終わらせることはできませんでした。原子力マフィアの巨大な力の前では、私の力なんかもう全く意味もないと。のもので終わらせることができなかった。だからどうやったら終わらせられるのかと聞かれても、正直に言えば私はわからない。私は原子力というのは破局的に危険だと思います。だからもちろん反対です。でも私が原子力というものに反対している根本的な理由はそうではありません。原子力の一番の問題は差別問題。どこに原子力発電所を建てたかという地図を見ていただきましたけれども、あんな不公平で不公正なことを初めからやってはいけないという、そういうことをやってきたという、その問題だと私は思っています。もしそうだとすれば、差別問題というのは皆さんお一人お一人の周りに多分たくさん、私は愚かにも原子力に夢をかけてしまって、私の人生の大体の誤りだったと思いますけれども、そこに行ってしまったので、私としては原子力をやめさせるための活動を、これからも続けようと思います。それが力にならないということもあるかもしれないけれども、やろうと思います。でも皆さんは、私のように原子力の場に足を踏み入れた人だってないわけですから、原子力発電をやめさせるために特別に何かやらなくても私はいいと思う。でも皆さんの周りにもたくさんの差別の問題、公正の問題、不公平の問題、そういうことを一人一人の皆さんがきちっと皆さんの場で取り込んでくださるなら、いつも
時代間に世界がずっと住みやすくなっているだろうと私は思いますし、そういう世界を作ることができるなら原子力なんて容易になくなっているはずだ。私は思う。本当に原子力どうやってやめさせられるか、それは分からないけど、でも皆さんは一人一人を聞いてもらって、皆さんのできることをしていただけるなら、やめさせることができると、私は希望を持っています。以上で終わりにします。ありがとうございます。4つか5つのテーマになるかと思います。これはこれ1つだけでも、実は 何分もというか時間は必要なんですが、これ全部というわけではとてもいかないので、皆さんが一番、今日80人くらいなんですが、多いところ2つくらい選んで、これで是非話を聞いていただこうと思います。ですいません、勝手ながらみんなこれっていうのもちょっと申し訳ないので、手を挙げていただきたいんです。ここを聞きたいっていう、でその一番多いところを小泉先生にお話をしていただこう、そういうやり方をしたいと思います。本当ならもう朝からずっと時間をかけてお話をしていただくのが一番いいかと思うんですが、ちょっとそれだけいかないので、ちょっと 2,3 分見ていただけますか。それで、関心、自分としてはこの話を聞きたいというのを、ちょっと、どうしましょうかね、2回ですかね、2回手を挙げていただくということで、何回もありますか。1人、2人、1、2、3、少ない、ここです、5人、はい。じゃあその次の、12ページの被爆ということ、これも結構ですね、すいません、10ページの汚染水です。これ一番多いですよね。一番あれです。はい、わかりました。いいです。はい、それから次、被爆ということ。はい、それから、もう一つ何でしたっけね。最後の方ですよね。核のゴミ問題。これは一応ですね。はい、ありがとうございました。じゃあ、小泉先生いいですか、はい、汚染水の問題と核のゴミの問題、汚染水の問題と、もう一つ何でしたか、核のゴミの問題ということで、テキストというか、で言うと、10ページ。はい、すいません、ありがとうございます。じゃあ、10ページの、汚染水の問題から、お願いいたします。聞いていただこうと思いますが、両方話そうと思って4時半で終わりということで、あと40分ぐらいしかなくて、多分かなり端折って聞いていただかなければいけないと思います。時間も問題ないので始めます。まず汚染水問題からいきます。一体が汚染水って何なのかということですけれども、この下の上を見ていただきたいんですが、ここは海です。で福島の、敷地の中には、先ほど事故の直後の写真を見ていただきましたが、タービン建屋という建屋があって、その陸側に原子炉建屋があって、こういう感じになっているんです。で元々福島発電所って海抜30メートルくらいの陸を作ろうとしたんですけれども、膨大な冷却水を発電所の中に引っ込まなければいけないので、30メートルの高台のところまで引っ込むのが大変だということで、どん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 地盤を削っていって低いところに建てた、だから津波でやられてしまったわけですけれども、地下水がどん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 敷地の下を流れているという、そういうところだったのです。で、巨大な地震に襲われて、本来は原子炉建屋というのは放射線関連区域ですから、外界に隔絶されていなければいけないはずだったんですけれども、原子炉建屋の地下が破壊されてしまって、どんどん流れていた地下水が建屋の中に流れ込んできてしまう
そういう状態でやりました。でそれが、まあ、ここで見てほしいんですけれども、2013年ですね、9月1日、この日付だけちょっとだけ覚えておいてください。まず、一番先ほどから聞いていただいたように、溶け落ちた不思議があるので、というか、水をかけ続けなければいけないということで、毎日400トンの水を、ジャーからかけ続けるということをやってきました。でその他に今聞いていただいている地下水が原子炉建屋の中に流れ込んできて、両方とも1日400トンというものが流れ込んで、そうすると800トンの水をかみ上げるということをやってきたで。で、そのうちの400トンはまた原子炉を冷やすために使うということになるわけですけど、地下水として流れ込んでいる400トン分はどうにもならないので、とにかく頼むということをやってきたわけです。でそれがどん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 、事故の2011年から2013年までにも、どん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 これが溜まってきてしまって、2013年の時点で43万分のものが溜まってしまったという、そういう状態になっていました。で、43万、3万、3万分ですね。でただもう一つ問題なのは、原子炉建てに流れ込んでくるのは400トン、1日400トンだけども、その他400トンから600トン分は、そのまま敷地の下を通って海へ流れ込んでいくという、そういう状態だったのです。で、この2013年9月1日の時だったかというと、安倍さんがオリンピックの誘致に行った時だ。2013年9月という場合。で、上野大陸まで行って、福島は結構アンダーコントロールが。一体東京オリンピックを誘致していた。まあ、ちょうどその時のは、今、さっき見ていただいたやつで、もうどうにもならないで、汚染水がジャン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 増えてきてしまう。アンダーコントロールどころではないという、そういう状態だったわけです。でその上問題なのは、敷地の中を原子炉建屋に流れ込んでいくのではなくて、というか敷地の水からどん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 海へ勝手に流れていく水が400トンから600トンあった。わけです。では福島の敷地は一体どんな状態なのかというと、2014年10月13日ですから、まあ、ちょっと、まあ、もっと後になってから東京電力が敷地の中の井戸から水を取って測定したことがあるんですけど、そうしたらば、セシウム134という放射性物質が1リットルあたり6万1千となりました。セシウム137は1リットルあたり19万ベクレルもありました。全ベータという放射能の測定の仕方があるんですけど、その測定をしたら1リットルあたりなんと780万ベクレルもありました。東京電力が敷地の中の井戸で、ね、露天の井戸から取ったり、つまり敷地の中にどういう汚染水があるか、海へ流れ込んでいっている、まあ、なわけですけど、それがどうかということを測ったところだったんですね。で皆さん、こんな数字を聞いてもピンとこないと思いますが、日本にはもちろん放射能の環境に捨てているときには、これ以下にしなければいけないという高度の規制があるんですけれども、その規制値は、セシウム134の場合は1リットルあたり60ベクレル。なんと5000倍を超えてる。環境に流れていい。もう1000倍を超えてるものは、福島の敷地の地下を通ることがある。セシウム137の場合には、基準値が90ですから、なんと2000倍を超えている。で、全ベータという測定の方法だと、多分ストロンチウム90だと私は思っているのですけれども、基準値は1リットルあたり30メクレルですから、なんと何十万倍というような猛烈な汚染水が、福島の敷地の中の露天の井戸からなんです。つまりそれが、何の手だけも受けないのは、海へ、どうぞ流れていっていた。そういうふうになる。まあ、たぶんそのことも僕は知っていたと思いますけれども、オリンピックを見るということになりました。では、その後どうなったか。2013年で 43.3 万トンあったわけですけれども、今現在どうなっているかというと、こうなっている。東京電力は次々とタンクを作ってきて、なんと今、1000基以上巨大なタンクが作ったわけですけれども、その1000基を超えるタンクで138万7500トンは貯められると東京電力が言っている。でそして、処理水、東京電力がもう汚
汚染水の中から放射性物質を取り除いたやと一応言っている処理水というのが123万トンある。で、それは別名トリチウム水とも呼ばれています。なんでそう呼ばれるかというと、東京電力がどんなに頑張って汚染水の中から放射性物質を捕まえて水をきれいにしたところで、トリチウムと呼ばれる放射性物質は絶対に取れない。今から聞いていただきますけれども、取れない。で、それが123万トンを超えている。で、その他にも、ストロンチウム処理水とか、濃縮廃液 RO 処理水とか、まあ、少し、ある。で、これ合計すると126万7716トンということで、皆さんもお手元の資料よりちょっと改定して、4月の12日のデータまで新しくしていますけど、まあ、あんまり変わっていない。もうつまりもうこれ、余裕がないんだ。で、どん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 今でも毎日何百個の汚染水が増えてきてしまう。しかし、流れ込んでいくと、防ぐことができないわけですから、増えてきてしまう。いずれだから、取り組むことになって、見える東京電力はどんどんこの水を流しますと、ということを、先日言い出したわけです。で、これが、福島の発電所の航空写真なんです。で、ここに1号機、2号機、3号機、4号機、ここに壊れてしまっているというのがあるんですけど、福島の敷地にはあと2つ原子炉があります。5号機、5号機。で、こちら側は地震と津波に襲われたんですけれども、で、かろうじて非常用の発電機というのが一気だけ生き延びたために、溶け落ちに済んだのがこの5号機。で、こっちは全部溶け落ちです。そして汚染水がどん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 増えてきたわけですが、ここは汚染水のタンク部分。広大な敷地をほとんど埋め尽くすほどの、タンクが並んでしまって、もうこれ以上は考えられません。だから海へ流すしかありません。国と東電が言っているんです。ただ、それには若干のいかさまがあるんです。で、なぜかというとですね、ここの敷地がある。ここは東京電力が7号機、8号機を作るために、造成した。で、皆さんのお手元 の地図にはこれが書いてないんですけれども、皆さんのお手元にはここまでの地図があって、もう敷地がほとんどいっぱいですという写真があるんですけど、実はこの北側にも東京電力の敷地があって、もし東京電力がタンクを増設しようと思うのであれば、ここに増設するという選択はあり得ると私は思います。ただ、絶対にそれをやらないというのは私の考え方なんです。そしてトリチウムですけれども、トリチウムというのは別名三重水と呼ばれています。水素というのは、H という化学記号なんですけど、どういう正体かというと、陽子という素粒子1個で原子核が出ている。それが水素。天然には水素の他に重水素と呼ばれている化学記号で D とか水素があって、でこれは陽子1つに中性子という素粒子がもちろんついています。で、陽子と中性子はほとんど重さが同じですので、中水素は水素の2倍の重さがある、そういう水素です。で、トリチウム、単純水素といって、T という記号で書くのはあるんですけど、これは陽子が1つに中性子が2つくっついている。つまり、普通の水素の3倍重たいというために、三重水素という別名で呼ばれている。で、陽子が一つというものが水素と呼ばれる元素になるわけですけれども、で、化学的な挙動は全部一緒です。で、水素と重水素は天然にありますが、放射能を持っていません。で、三重水素だけは天然には存在していないで、放射能を持っている。そういう物質です。で、トリチウムは陽子一つ、中性子二つなんですけど、これが 12.3 年の半減期で、中性子が1個陽子に変わって、ヘリウムという原子核になる。こういう形を、公開をします。で、この時にベータ線という放射線を、出すというのがトリチウムです。そして、普通の水と重水と呼ばれる水と、今、ここまでトリチウム水と呼ばれている水があるんですけど、それぞれこんな形をしています。普通の水というのは、すみません、中学の、
企業みたいになってしまいますけど、H2O だと、バテが入れたと、酸素の周りに水素が2つついている。これが普通の水。その他、重水素を含む水というのがあって、普通の水素の代わりに重水素が1つついて、HPO という水もあります。天然に。その他、水素、酸素の周りに D が2つくっついて D2O という水をこっちに含むことができて、これは重水です。で、トリチウム水と今私たちが呼んでいるのは、酸素の周りに水素とトリチウムが1つずつくっついているというのがトリチウム水。でもこれ全部水なんです。酸素の周りに水素が2つくっついたというものは、全部水という化学物質で、化学的な調和は完璧に一緒です。トリチウム水の化学品とのは普通の水と全く同じ。ですから、どんなに頑張って水処理という技術を施して、水をきれいにしたところで、トリチウムそのものは水にくっついているので、取るわけない。だから、120何万トンの一応東京電力が水処理をしたと、処理をしたと言っている水があるわけですけれども、トリチウム水は水そのものだから取ることができない。そういうもので、タンクの中に含まれてしまう。で、それは放射能を持っていて、データ点という放射線を放出してしまう。そういう水なんです。ただ、問題は、結構浮かぶ。浮かぶを核分裂させると、トリチウムが必ず生まれます。核の原生成分の一種として、必ずトリチウム。福島で飛び込んで溶け落ちた燃料は1号機2号機3号機ですけれども、合計で約100重さでいると。それに、トリチウムという放射線物質も燃料の中にあったわけですから、200トン分の燃料に含まれていたトリチウムが今問題になっている。それは、放射能の量でいうと 3.4 テタベクレル。まあ、心臓がただ、その数回目。では、もし福島の事故がなかったとしたら、その溶け落ちてしまった燃料に含まれていたトリチウムはどうなったんでしょうか。もし福島の事故がなければ、日本の原子力政策のもとでは、使用済みの燃料は全て廃処理ということを行われることになっていて、事故が起きなければ、使用済み燃料は廃処理工業に送られるという、そういう計画です。どこかに送られていないそこに送られる。そして最初にというのは何をするかというと、長崎原爆の大丈夫だったプルトニウムというのを取り出すという作業なんです。燃料をドロドロに溶かしてプルトニウムだけを取り出すという作業が最初になんですけど、燃料をドロドロに溶かした時にじゃあトリチウムはどうなるかというと、燃料が海へ流される。初めからそういう計画なんです。使用済み燃料を高温の濃硝酸に溶かしてプルトニウムを取り出す、長崎原爆の材料を取り出す。で、その作業でトリチウムは全量が 水となって海へ流されるという、そういう計画なんです。6カ所の人間が使ってまだちゃんと動いてませんけど、その排出工場がもしちゃんと運転すると1年間に800トン分の使用済み燃料を処理する。つまり1年間に800トンの燃料に含まれていたトリチウムは海へ流すという、初めからそういう計画だったんです。日本という国では、たまたま今福島で事故が起きて200トン分の燃料に含まれているトリチウムが、まあ、今問題になっているわけですけど、日本の国からすれば毎年800トン分のトリチウムを海へ流すという計画だった。その計画で流されるのは毎年18ペタベクレル。今福島で問題になっているのはどんなに集めても 3.4 ペタベクレルしかない。つまり日本の国からすれば今福島で問題になっている汚染水に含まれているトリチウムなんていうものは何の問題もない。初めから海へ流すしても何でもなかった。1年ごとにその何倍ものものを流すというそういう計画のもとに原子力を進めてきた。そういうものなんです。で、何が問題かというのは今ここに1枚の、
で、私が書いた文章のスライドを見ていただければ、多分皆さんのお手元にあるはずですので、それを読んでいただければいいと思います。今聞いていただいているように、日本が原子力を進める、再処理をして国土力を生み出すという、それがまあ日本の原子力政策の基本なんですけど、でそれをやろうとするなら、今の福島の取り順なんて全く問題にならないし、でそれをそれから韓国をいくらでも創設して、何十年、何百年、とにかく放射能を流さないようにしましょうというような選択をしてしまえば、6カ所の最初に工業も全く動かすことができない。つまり日本の原子力が成り立たないということになってしまうわけで、国としては絶対に流さない。それを止めるなんていう選択はありえない。やってしまったら原子力が崩壊してしまうという、そういう非常に本質的な問題が今問題になっていることを皆さんも分かっているし、それから、まあ、非常に科学的な言い方になりますけれども、日本という国に、まあ、自由民主党という国があった政党がずっと続いているわけですけど、彼らが原子力をやってきたという、それをやめるという決断をしない限りは、福島の保全というのは必ず海へ流されます。それ以外の選択は全体の考えとしてはありえないということだということを分かっていただきたいと思います。原子力発電所というものを使ってしまう、つまりウランを核分裂させてしまう、まあ、必ず核分裂生成物というものができてしまうんですね。一体にはどのくらい作ったのかということから聞いていただきたいと思います。これ1970から2020まで、これ西暦です。1966年から東海原発が動き出したという時から、本日に至るまで、日本でどれだけ原子力発電で発電をしたかというのが、この経済効率の一番高いところを検出できて、累積の発電量です。左側の軸で言うんですけれども、単位は超キロワットアワー。ちょっと皆さん、聞いてこないかもしれませんが、まあ、とにかく膨大な電気を原子力発電で生み出してきたというのがこの図を示しているところです。でも膨大な電気を作ったということは膨大なウランを核分裂させたということと一対一でつながっているわけです。じゃあ一体どれだけのウランを核分裂させたのかという、まあ核分裂させて核分裂生成物を作ったのかということは、左側の右側の軸で見てほしいんですが、これは累積核分裂生成物の生成ですね。120-30というような数字になっていますが、この単位は広島原爆に換算した核分裂生成物の生成量、それも何発ではない、130万発よろしいでしょうか。先ほど福島の原発で溶け落ちた原子炉の中には7900発分の核分裂生成物があった。そのうち168発分が大気に放出されたというような話を聞いていただいたわけですけれども、作ってしまった核分裂生成物は120万発とか130万発とかいうものを作ってしまった。私たちの人が今電気が欲しいよ、豊かに生きたいよと言って原子力を使ったがためにこんなに使われている。でも例えば電子力137というのは30年経つと半分に減ってくれるので、まあ、少しずつは減ってくれているわけです。でそのことを、補正したのは、まあ、青のところなんですけれども、電子力137として減衰を補正した、それでもまあ80万発もあるということです。で日本人1億2000万人ぐらいしかいないわけです。でその中には原子力マフィアのように原子力を進めた人たちだっているわけだし、子供のように何の責任もない人もいるわけですけれども、全ての日本人とにかくこのゴミに責任を負えということにするなら、約150人で広島原爆一発分の死の灰の責任を取る。今日この会議を80人くらいの会場を聞いて、主催者の方がおっしゃっていた。つまりこの会場にいる私たちだけで、広島原爆に 0.5% の死の範囲に責任を取るというぐらいのものを既に作ってしまうということになります。本当ならどうし何とか消したいと思うわけです。
こんなのこと、なんとかしたい。と、みんなが、だから消そうとした、作り出したゴミを。で、皆さん、中世の、ヨーロッパの中世の時代に錬金術というのがあったことを思い、だろうと思います。で、例えば、亜鉛を金に変えられないか、鈴が銀にならないかとか、まあ、いろいろなことを試してみた。膨大な研究をしました。錬金術は。現在のケミストリー、化学のほとんどの基礎を築いたというぐらい立派な研究を錬金術がしたんです。でも、いけない。金は金だし、銀は銀だ。亜鉛は亜鉛だし、鉄は鉄だし、それを他のものに変えることなんかできないということが錬金術の結論で、錬金術は敗退してしまった。でも実際はできた錬金術。なぜかといえば、ウランを核分裂させれば、セシウム、その中の要素だったりとか、いろんな核分裂セシウムできる。もう分かってるわけです。で、ウラン、238というウランがあるんですけど、それに中性子を当てれば、プルトニウムという、長崎原爆の材料が作れるということも分かっていたわけです。もう、はるか昔。だから、中世の時代の錬金術は敗退したけれども、現在の科学を使えば錬金術ができるということが分かった。そうであれば、生み出してしまった核のゴミも消すことができるという期待を私たちは抱きました。なんとかしようとして考えてきた。で、人間が原子炉を動かしたのは、1942年が一番初めなんですけれども、その時から、こんな核分裂性セルを作ったら大変だから、とにかく消したいと言って、研究が始まった。すでに78年以上の研究を続けてきました。研究して科学が進歩すれば、なんとかなるんじゃないか、いつかはなんとかなるんじゃないかと言って、今日まで来た。原子炉を進めてきた原子炉マフィアも、いや、いつかはなんとかできるはずだと。飲みながらやってきたんですけれども、でも78年以上経った現在もできない。猛烈に暑くて、高い風がある。これはもうちょっとやそっとでは解決ができない。ところに今立ち至ってきた。それなら消すことができないなら隔離するしかない。ということに。一番初めに考えた宇宙ショックというのですけれども、ロケットに乗せて宇宙で核のゴミを捨ててくるということを考えます。皆さんできると思います、これ。ロケットって時々失敗して怒ってきてる。これはもう尺だろう。っていうことになって。じゃあどこに隔離する？地球の中で隔離するしかない。使う海はどうなるか考えます。海の外に埋めていってもらう。しかし、もしこれ失敗したとすると、海は全部地球とつながっている。原子力の恩恵を受けた国だけではなくて、その他の国も被害を受けてしまう。ということで、これはロンドン条約という国際条約で禁止されます。他の場所はない。上昇諸国を考えます。何かというと南極です。南極というのは地面があって、その上に1000メートル、2000メートルというのは厚い氷が張っている。で、核のゴミというのは、まあ、福島の場合には、もし溶かし起こすほどの熱が出てたわけです。まあ、それほどの熱ではないにしても、熱が発熱してますので、南極の氷の上に置いてくる。そうすると、氷をどん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 溶かして、下に沈んでいる。いずれ南極地面に到達する頃にはその上をまた氷が張って飛び越えてくれるという本当にすごいことを考えた人なのででもこれも一体南極って誰のものか原子力の恩恵を受けた国だけのものではないこれから資源の開発が行われるかもしれないし核の飛び方だったらとんでもない話だということで南極条約という国際条約で禁止されてしまったそうなるともうどうしようもない地層処分というもの
けれども、地上の施設から深い穴を掘って、300メートルから1000メートルって言うんですけど、穴を掘って、そこに横穴を掘って、ここに埋めてしまうと。もうこれ以外の方法はないんだというところに追い込まれてしまって、日本では法律を作って、こうやって決め捨てにするということを常に決めているんです。でも、核の国の中には、テシウム137は半減期30年ですけれども、それよりもっとずっと長い半減期のものも実はあるんです。長い半減期のものといえば、自然にももちろん、ウランとかトリウムとか放射性物質があるわけですけれども、カリウム40、トリウム232、ウラン238というような放射性物質が天然にあります。なぜかというと、地球が46億年前に誕生したときに、その時点ではたくさんの放射性物質が地上にあった。でもそれがどん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 それぞれの寿命で減っていって、今46億年後に残っているのが、カリウム40、トリウム232、ウラン238というような半減期が12億年、140億年、45億年程度のものが天然の放射性物質として残っている。そして核分裂生成物の場合には、ここにセシウム137が30年と書いてありますし、ストロンチウム90というまた重要な放射性物質が29年です。でもその他に核分裂生成物でも寿命の長いものがあって、ジルコニウム90様は150万年、パラジウム107は650万年、セシウム135は230万年、ヨウ素129に至っては1600万年というような猛烈に長い寿命の核分裂生成物もあるんです。その他、ウラン29選手を当たるとプルトニウムができるって言いましたけど、そのような形でできていく、私たちは放射化生成物と呼んでいるんですけど、そういう放射能もたくさんあって、非常に寿命は長いです。プルトニウム239という長崎に落とされた原爆は、まあ、皆さんも長生きることだと思いますけど、半減期2万5000年。でもそれどころでは実はないんです。で、プルトニウム237に至っては214万年もある。ウラン234が25万年、ウラン233が16万年というような長い時を持っている。半分に減るまでそれだけかかるわけですから、こういう特物が、まあ、あれなりにも危険が少なくなったら、見えるまでになるには、10万年とか100万年やはり取り込めるしかないという、そういうことになるわけです。そして、じゃあ、どこに見えるか。という話になるわけですけれども、これは地球という星のですね、成り立ちからというか、ちょっと見にくいんですけど、分かっていただけますかね。ここはユーラシアといってアジア、ヨーロッパです。ここはアフリカです。ここはオセアニア、オーストラリアですね。それから北米があって、こっちに南米があるという、そんな地図なんですけれども、実はこの地球というのは、巨大な大陸プレートというものが動いている。地球の表面を漂って動いている。もちろんゆっくり動いているわけですけれども、巨大なプレートというものがゆっくりゆっくり動いているということなんです。で、じゃあこの赤いの何かというとですね、地震が起きているということなんです。地球の上で。分かっていただけると思いますけど、地震というのは、プレート同士が衝突しているところで起きる。巨大な看板が要するに衝突して、押し合い、消し合いしているところで地震が起きる。ということ。太平洋を海と囲んだ一帯が地震の巣なわけですし、中国からヨーロッパに行けるところも一つの巨大な地震地帯。でもプレートの真ん中ではほとんど地震というのは起きない。ということがわかる。で、日本という国は、埋め捨てにすると、カフの国を埋め捨てにすると言っているわけですけれども、日本って僕らは分かるんですが、日本列島がこうあって、小笠原があって、まあ、沖縄は海があって、日本列島というのは、フィリピン海プレート、太平洋プレート、北米プレート、ユーラシアプレートという4枚のプレートが、もう衝突し合って、
押し合いで支配しているもう地球上の最大の地震発生みたいな、もう看板はもうバリバリと割られてしまっている、そういうところだけあって、こんなところに核のゴミを埋め捨てにするなんてことはあまりにも掲げていて到底できないし、やってもいけないという、そういうところが、それでも日本はもうしょうがない、他の方法がないから埋め捨てにしてしまおうということを決めている国なわけです。で、今地球で最も安全な場所を探してという映画が上映されています。まあ、マイナーな映画ですので簡単に見ることができないかもしれませんけれども、その映画では安全なところに埋めるしかないんだ、こんなプレートが衝突するようなところは埋めることができないので、大陸プレートのどっかを探して埋めようと言って、オーストラリアの、パンゲアという、まあ、パンゲア計画というものでオーストラリアのところに原発の核の全部を集めて埋め捨てにするのがいいというようなことを計画した例なんです。で、そうなると例えば日本の原発のゴミをオーストラリアに運び込む、あるいは米国のも運び込んでいく、まあ、そういうことになってしまうわけで、多分そうはできない、私は思います。でもこんなところに埋め捨てにするなんてことを自分もできないし、やってはいけないことだと私は思います。そして、核のゴミ、使用燃料を最初にして出てきた核のゴミが一番、まあ、放射能が強い高レベルの放射性廃棄と呼ばれるゴミなんですけど、それ以外のゴミもいっぱい出てくるわけですね。例えば福島で、事故に戦っている人たちの労働者の作業、あるいは工具というものだって放射能で動いているものですから、それも核のゴミの一つで、そういうものはじゃあどうするか、今は6箇所の裏に運び込んで、地上に作ったコンクリートのプールのようなものの中に投げ入れて、蓋をしているという、そういう状態になっている。それはこれから、300年間重りをすると言っているんですけれども、日本で原子力発電が動き始めてから、まだ55年しかなっていない、ね。たくさんのいろんな性質の核の動きを、その中で。作ってこういう原子力発電を動かしているのは電力会社です。巨大な電力会社ですけれども、その巨大な電力会社は戦後にできた、ですからまだ70年の歴史しかありません。もっと言ってしまうと、日本という国で電気が使えるようになったのは東京電灯という電力会社ができてからで、まだ135年しか経ってない。それより前の日本が電気があった、たくさんって言われてるけど、暗号を使っていたり、あるいはお金の人は今とも雪だり、たった135年しかない。そこで、まあ、私たちの世代になって原子力発電をどんどんやって、低レベルと言ってる、まあ、比較的汚染の少ない国をどうするかということで、青森県の箇所村に出てきて300年間運営しますと言ってる。でも電力会社の6年の歴史しかないわけですから、300年が保証できる通りがないわけですね。300年後の6カ所村ってどんなになってるか分からない。300年後の東京どうなってると思います？300年前は分かる。300年前は中心村の地域の機会、中心からのうちの時代の人たちが300年後の私たちがこんな生活をしているのを予想できたわけがない。今の私たちが300年後の東京を予想する、300年後の六ヶ所村を予想するなんてどうせできない。それなのに電力会社も日本の国も各国は六ヶ所村で300年間を保護しますと言っているわけですね。でも正確に言うと、実は電力会社ではない。電力会社は自分たちの歴史はこういう歴史しかないから、300年間は責任取れないから、国が面倒を見てくれないって。だから国が300年間を守るって言ってきた。じゃあ国って一体どんな長い歴史があるのかということですけど、日本って明治維新が起きてからなんか文明国になるかというようなこと
皆さん思ってるんでしょうけど、わずか153年、明治維新が起きた。それまでは、市の公共の身分制度があって、侍は日本刀を去るべきで、切り捨てごめんでもいいし、農民を殺してもいいというか、そんな時代だった。わずか153年。いや、帝国的にやったと言うなら、帝国なんて建国してからまだ245年しかなくて、いや、そうだな、帝国的にや、歴史のない日本という国はすごい国なんだ。例えば、邪馬台国という国がいるわけだ。中国のこの上下が出てくるわけですね。そう、邪馬台国になって卑弥呼が治めていると書いてある。約1800年前。でも、その邪馬台国が日本のどこにあったのかすらは分かりません。数年前に馬券区遺跡というのが奈良県で見つかって、あ、ここが卑弥呼がいたところだというのが有力になっていますけれども、でも今でも、いや、出雲なんだ、九州なんだという説がずっと残っていて、邪馬台国がどこであったかは確定できない。1800年。で、日本にはもっともっと日本という国があった。長い歴史が言いたがる人たちがいて、私は先ほど西暦という連合年間の話を聞いていただきましたけど、その人たちは、いや、日本という国は神武天皇が作ったんだ。今から2680年。ですから、そういう人たちは西暦を使わないで、今年は後期2681年だ。という、そういう読み方をするわけです。しかし、どんなに長い歴史が日本にあると言っても、全部が人気に。まあ、もっと古い歴史が中国にあると言ったとしても、せいぜい5000年とかそのぐらいしか歴史をたどることができない。その最後の末裔である私たちの時代に、原子力というものを使って、膨大な数の国を作って、そのうちの高レベルと言っているものは、とにかく、今回の決定すると言っているわけです。がその埋め捨てにして重荷をしなければいけない期間は100万年。こんなことまともな考え方ですか。もうやめたわけよと私は思う。自分の作ったゴミの重荷なんか全くできない。そういうゴミをどん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 作ってしまっていくという、そういう状態になる。で、作ってしまったゴミ、どこにやろうとしているかというと、まあ、いつかはどこかできる。ぜひ、どこでやってきたけど、できない。そして、処分する場所も探したけども、それもない。しょうがないから、どこかに埋め捨てにしようということになっているわけですけど、世界一の深刻に、そんな安全な場所はありません。でも、なんとかしなければいけない。ということで、今、北海道の寿都町、人口2900人、あるいは鴨江内村、人口800人というところに家具のゴミを押し付けようとしている。電気なんてほんと全く使ったことのない人たちの場所に家具のゴミをとにかく押し付ける。東京って1400万人も住んでいて、まあ皆さんもそういう気持ちになると思いますけど、膨大に電気を使っているか。そういうところは自分は嫌だ。で、スケールですということをやっている。電気の恩恵は全く受けていない人たちにゴミだけを押し付ける。そんなことやってはいけないんですよ。これからでももっと言うなら、自分で始末の付け方もわからないようなゴミは作ってはいけない。つまり原子力なんてやってはいけないということに気が付かなければいけない。私はそれをやろうとして日本では組織、ユーロという組織なんですね。玄関機構と日本では呼んでいて、エドユーロ、エモーと書いて、ユーロを呼んでください。彼らが言っているわけです。では、このユーロという、エドユーロ、エモーというアルファベットはどこから来たのかというと、ここから来ました。ユークリア、ベースト、マネージメント、オーガニゼーション、ジャパンというのが、玄関機構の正式の名前なんです。で、このニュークリアの N というのを取って、この N、
それからプレイストは飛ばしてしまって、次はマネージメントの M を取って、で最後のオーガニゼーションから O を取って、英語用で M をした。この英語をちゃんと正直に訳すとすると、エンプリーは、あ、これ以外で訳しよう。ウェイスト、なんとか言えば、無理です。マネジメント、カービィ、オーガニゼーション、機構。本当だったら、核のゴミ関連機構、日本語で読まなければいけないものが、変換機構に書いて、と、事務所になっているわけですけれども、正式な名称は、あ、まあ、人間が書いてあります。正式な名称はこうです。原子力発電環境整備機構というのが、ニューヨークの正式名称、日本語の正式名称。よろしいでしょうか。本当は核と読まなければいけないものを、原子力にしてしまう。これは日本では、上等手段なんですけど、核兵器とか、核武装とかいう言葉を嫌って、原子力という言葉を使って、あたかも核とは関係がないんだというようなことで、彼の原子力という、ニューヨークには原子力であるしてしまう、ということでした。その次が、ウェイスト。核のゴミという、ゴミがどこにもない。入ってない。管理機構もない。なんと、環境整備というような言葉を、どこにもないのに、これを入れてきて、原子力環境、原子力発電、環境整備機構にしてしまった。そういうことをやっているんです。私は全く不誠実な方だと思います。まあ、今日、原子力マフィアが何も不誠実だという話を聞いていただいたわけですけれども、その一員である、ゲームという組織も、はじめが住民を騙すというような名前で、こういう名前を作って、で、ゴミ、あたかもゴミだって全く関係がないかのような、それで今、タブリッジを地方の小さな自治体、核のものなんかに全く責任のない自治体をつけようとしている、そういう動きが続いているということです。で、もう時間は過ぎてしまいましたので、全部はしょって話をしてしまいましたけど、これで終わりになっているので、ありがとうございます。すいません。本来でしたら、席をですね、学生たちが上でですね、小出さんのお話を聞かせたいというふうに強く思います。ぜひですね、また、この機会を作らせていただければと思います。まあ、コロナに触れればなんですけれども、ところが、それちょっと怖いですよね。平和研究の仲間があります。平和学会というのもあります。広島に平和研究所というのがありまして、で、その中でも非常に良心的な研究者に、ジェイコブズ先生という人がいらっしゃるんですね。彼が、繰り返し言ってることは、核戦争は終わってないんですね。で、彼が言う意味は、私たちが戦争を次の世代に仕掛けている、し続けている、その、まさに、その核のゴミをどんどん作っている状況ですよね。ですから若い世代、学生たち、彼たちはまさに今日ですね、小池先生おっしゃった、我々の世代が犯罪者に近いわけですね。責任を負っているということ、まあ、そのことを学生たちから聞こえる、突きつけられるに違いないので、心してですね、勉強していきたいです。今日、小池先生が、小池さんが、話してくださったことを、改めて、噛み締めて参りたいと思います。皆さんもそうだと思います。この、勉強会、勉強する機会を、可能にしてくださった、竹内さん、それから今日、東京に来てくださった小出さん、に、感謝の拍手を皆さん、よろしくお願いします。どうぞまた、よろしくお願いします。